どうも。暗黒放送でおなじみのですね。カルボナーラの横山です。というわけでですね、私はですね、暗黒放送という配信をですね、12、13年やってるニコニコ生放送最後の旅です。暗黒ルールというのはですね、慣れ合わない、出会わない、嘘つかない、笑わない、こじきをしない、以上の放送です。はい。何がりょうちゃんにかぶせるのだ。つまらない豚と豚がお寿司買いに行くだけのクソ放送を見て、ね、しこってろ。いつまでもね、今、まだやってんのってやるレベルだけど、もうほんとね、まだもその色恋沙汰、もうお互い別れたんだったらもうさ、ネチネチせずに終わりでいいじゃん。でもお互い名前出すじゃん。そうすることによって、ね、相乗効果で人が来るもんだから、まだ続けてんの。配信のネタにしてるだけ。それだけ。以上ね、うちの放送、あとは、うちの放送はですね、もうそんな慣れ合いだとか、台本とかやらせが嫌いな放送なので、一切しません。ね、飽きるでしょ。もういつまでやってんのって。ほんと、つまらない連中がさ、メカゴリラまでやってきてさ、もう見たくないよ。メカゴリラが来た時点で、あーってなっちゃうから、僕はもう、いいです、そういうのは。はい、というわけでですね、行きたいと思います。ね、まあ、うちの放送も、あ、そうだ。今日ね、あれですよ。町会議の、あれ、でも、バンされないだろうな。それ、あ、始まった？運営が、やめてくださいって、ミラーやめてくださいって言った瞬間に、やめます。ちなみに。運営さんがね、あと、一つだけ約束してほしいことがある。荒らさないでください。荒らさないでください。他の放送を。そこだけちょっと、お願いします。荒らされると、俺が嵐配信者ってことで A 番食らうんで、僕がただ、ミラーして解説したいだけなんで、そこだけお願いします。なんガガって変な音がしたけど、外に誰かいないだろうな。ああ、そうか。違う違う、俺が配信始めたもんだから、他の人の家が窓の閉めた音でした。すいませんでした。声が大きくて。僕が配信始めてうるさいから、他の人がガーって窓閉めた音でした。すいませんね。よいしょ。じゃあ、ちょっと始まるまでね、待ってましょう。あと5分でおそらく始まるだろうし、まあ、どんな内容かっていうのもね、まあ、ちょっと僕がね、見ながら解説の方をしていきたいなと思います。プロ解説者がね、プロの解説したいと思いますんで、お願いいたします。はい、始めるや、待ってて、あと3分ぐらいだから。なんでこっちの方コメント、ニコニコって最近エラー多くない？ニコニコがエラーが多すぎて、ちょっとね、ダメなんだな。じゃあエラー、今携帯から見ないと分かんないじゃん、これ、コメントが。だから俺、コメント命の放送だから、このうちの放送は。お前らミニ四駆大会絶対嫌です。ノイズってなんだよ。ノイズって何？あ、ちなみにね、もうこれみんな分かってると思うけど、見てこれ。明らかな言論弾圧がもうすでに行われてます。ここ見て。来場780、68に対して、コメント99。どうなっとんのこれ。ねえ。どうなっとんの？明らかな、ね、やらせというか、これおかしくない？来場者数に対してコメントが99ってさ、いくらなんでも、比率おかしいでしょ。始まる？ちょっとじゃあ、音を聞くか。あ、あと5分、5分あるか。あと5分ね。もうちょっと待ってるか。まあ、あんまり下手なこと言う。あ、ただの過疎。いや、でもさ、ちょっと比率が、それとも、そこまでもしかしてだけど、騒いでるのは配信者とか出演者だとか、いろんな人、ブワーっていうニコニコの脳みその人だけだって、世間の反応ってどうなんですか？今日君たちの学校とか会社とかで、ニコニコ町会議やるんだぜとか言って噂って流れてないの？ねえ。興味なし。どうでもいい。
まあ、そうだろうね。だって入場料3000円だもん。さすがに3000円は高いよ。前回とか1500円。今回は倍プッシュの3000円で。ためというですね、理由。だって入り口にさ、赤外線のピーってやるやつと消毒液置くだけだよ。それで1500円プラスってさ、僕予算編成があったんだから、はいってすぐ手を挙げて、どう見てもおかしいでしょ、と。ね、だって普通だったら企業努力のお金とかで増やすのに、なんで我々のね、ユーザーからの入場料を補って感染対策をやるんですかってなるじゃん。絶対おかしいもん、これは。ねえ、来るなって言ってるのかわからんよ。何がしたいかがちょっとわからん。今回の趣旨目的がよくわかんないから、ちょっと見てみたいなと思います。はい、あと3分ですね。NG 解放しろって俺 NG 入れてないよ。そのまま、放送本当にそれだけは俺する気ないんで。最初に言っとくよ。別に公式放送見らせるけど、荒らすつもりはありません。で、前回なんで見らしているかというと、前回真ん中のクーさんだったっけ？ OK くれたから。真ん中のちょっと、ミュージシャン風の男の人が、偉い、フーさんだったかな？フーさんが、ミラーしてもいいですよって言ったからミラーしてるんですよ。でもそれを実際ミラーしたら、なぜか、配信を消されました。謎のね、圧力によって、なぜか、本人が OK って言ったのに、俺がそれを信じてミラーしたら、なぜか配信消されるというですね。栗翔博、始まる？始まるかな？ 今の黒画面何だったの？今の黒画面。っていうかさ、やばいよ。始まってるのに、来場者数が1400人しかいないだもん。お金かけてやるイベントだったらもうちょっとブワーって来るじゃん。全然来てない。公式放送だろ、これ。なんでこれ。で、コメントもなんかあと偏りすぎてるしさ。興味がない。やらしちゃダメですよ。本当にそれだけは、マジで、今厳しいから、特に公式放送気をつけてね。コメントにすごい厳しいから。いや、必要以上に厳しくしてるから、あそこね、チェックする人とかいて、俺も裏に入ったことあるけど、見たことあるけど、で、コメント監視の人がいて、バーって、アンチコメントとかやられちゃうからさ、アンチコメントというかね、なんか荒らしとみなされたコメントやられちゃう。で、暗黒放送でも最近さ、ちょっといろいろと、米バン食らいましたとか、1週間コメント書けませんとか言われちゃっててさ、ねえ、何なんだろうって、すごい今厳しくなってる、コメントのあれが。だから、レッドキャットの悪口って、レッドキャットのことって書いてもアウトだからな、ね。気をつけてな、本当に。いろんな人のこの、やる、あると思うけど。気をつけて。みんなも、だから、ストレートな直球投げるなよ。ストレートな直球投げると打たれるから。直球ストレートじゃなくて、ちゃんと緩めのカーブで書かないと、マジで三振なんか取れないからな。じゃあ、頑張ります。はい。おのろけ、まちこ行ってらっしゃい。まあ、その話はもういいよ、もう。誰がいい悪いとか悪いとか、今、そんな話じゃない。僕は今回、この町会議が何をやるかなっていうのをちょっと気になるだけだから、見るだけです。レッドはあかんよ。ああ、じゃあ46秒なんで、ちょっと俺の声入れながら、ちょっと音も少し上げてきます。あれ？くるくる回転してんだけど。あ、そうか。うちのパソコンスペックが悪いんだったわ。うちの放送スペックが悪いんだった。そういえば忘れてた。大丈夫。だから、二窓で見てて。二窓で。あ、止まっちゃった。二窓で見ながら、これ、うわ、重た。何この重たさ。いや、これ、今から始まるよ。多分、はい、どうもーって、こんなパチパチから来るよ。見てて。はい、どうもーか、もしくは PV 流すか。伝説のメガイベントが復活する。このコロナ禍でリアルイベント大々的にやりました。頭おかしいじゃないですか。ニコニコ町会議2022、それはネットとリアルが融合する8日間。すげえ。チャレンジャーだな。少年少女よ、タイムライン。
思った。すいません、うちのパソコン死ぬほどスペックが悪いんで。こんばんは。まずはご挨拶から本日進行します、百花竜蘭です。お願いします。そして、はい、ニコニコ超会議統括プロデューサーと文章の店長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、はい、ニコニコ超会議企画を担当しております、バンと申します。よろしくお願いします。お願いします。またその帽子です。さあ、今日はですね、第2回になりましたけれども、もうゆっくりやってる場合じゃないですね、ふうさん。そうですね、巻いて巻いていかないと。まあ、これですかね、327ページ。そう、300、資料だけで言うと320ページを優に超えていて、さらに台本もあって、映像もあってで、いや、分からん。まあまあ、今日中に終わるかなっていう不安が。そうですね。まあ、ごめんなさい、このコメントいらんかった。詰め込まれてますから、ここに。そうですね、はい。はい。もうテーマ曲、白黒真っ白も流れておりますんで、もうテンポよくいろんなものを紹介していきたいんですけれども、今日もですね、こちらインターネットの民たちが集まっております。ちょっと見てみましょうか。みんな集まってる？元気？どうだろう？あ、いますね、いますね。はい、今からでも参戦可能となっております。この笑顔を皆さん覚えておいてください。終了間際にもう一度つなぐ機会がございます。皆さんがどれだけ疲弊しているかも見ものとなっておりますので、よろしくお願いいたします。最後に質疑応答が、はい、多分ちょっとの時間設けられるんじゃないかという形になるんで、今のうちに質問あれば考えておいていただければ。そこに大きな時間を設けてほしい。いたします。俺だったら、さて、入場料の値上げについて絶対聞くよ。俺も参加したいよ。参加できないよ、これ。俺も参加する。長時間で花粉症の薬切れるんで、俺も参加して意見言う。どこで参加するの？どこ？これ入室 URL を使いそうなんです。これでもやっぱりこの準備も天やわんやで。英語が出てきた。天やわんやですね。ズームじゃん。なんかね、いろんな情報を皆さんにお伝えしていきますので、ズームわかんないよ。最後まで付き合える方は付き合ってください。そして、参加していい、ご覧になってる皆さんにハッシュタグで発表特番盛り上げていただきたいんですが、ハッシュタグですね、超会議2022-2022と、英語が出てきた、ハッシュタグ発表特番、これをつけてですね、SNS で人数決まってんだろ、お願いします。大体この辺に出てるやつですね。あ、出てる。ズームわかんないよ。ウイルスに感染しちゃうからダメって言われてるから。で、この発表特番なんですけど、ギフト機能が使えるようになっております。本日は超会議オリジナルギフト使えますので、ぜひ良きタイミングでバンバン投げ入れていただき、あと番組の最後に二次会機能一応用意しますけれども、多分みんな疲れてんじゃないかなと僕勝手に思ってます。うまくやる、いや、もうだって満席だったみたいな、作ってですね、満席だった、見てください。まあ、ズームに残らず最後までね、はい、こちら楽しんでいただけますと幸いです。で、早速なんですけれども、ふうさん、はい、ニコニコ超会議2022の概要紹介をお願いします。うち画質悪いんだ。はい、もちろんです。じゃあスライド出ますでしょうか。来た。はい、じゃあニコニコ超会議2022ですけれども、今回はネットリアル合わせて8日間にわたり開催いたします。はい、8日間。はい、スケジュールはご覧の通りです。23日から30日までです。とんでもないことになってます。はい、はい、皆さん本当にね、ありますので気をつけてください。はい、そして大事な感染予防対策についてバンさんから伺ってよろしいでしょうか。はい、はい、じゃあご紹介いたします。感染予防対策についてということで、じゃあスライド1枚目。はい、ズーム入ってるのはちょっと、まあ、ご覧の止まるけどいい、イベント開催におけるガイドラインということで、ズーム俺絶対言いたいことがある。おかしいから、入場料が、入場料で値上げした理由が感染予防対策のための費用とか言って、入場料値上げしたから、それはおかしいでしょっていうなるでしょ。ちょっと後ほどチケットの話とかも出てくるんですが、その辺ちょっと注意していただきたい。そんなにかかるわけないだろ。俺だってさ、一応ね、議会でやってるけど、そんなにかからないの、まあ、よとか、手洗い、消毒代だとか、そのね、レンタルすれば済む話なんだ。1日しか使わないさ、赤外線の 体温かかるやつなんてさ。この左下ですね、はい、食事とかは、ここで言いたいよ。だってそれに使うって言ったので食べていただきたい。真ん中のクーさんって人、どうやって入るの？はい、次のスライド。はい、前回と一緒なんだって。ブースについてもですね、実施内容に応じて、ここちょっと聞きたいの、自治体の政府対策本部および各自治体発表のガイドラインを、徹底した上で運営いたしますので、ご安心いただけたらと思います。またですね、今回このご案内している内容が今日時点での情報になります。で、今後ちょっとコロナウイルスどうなるかっていうのはやっぱりちょっと流動的だと思うので、じゃあコロナがなくなったら入場料下げるんですかって聞きたい。チェックしていただいて最新の情報をゲットしていただきたい。じゃあコロナがもしここで収束したら
はい、入場料下げるんですか、まあ、守るべきものを守ってみんなで楽しい時間を作っていきましょう。ぜひぜひ。なんでそこに触れないの。続きましてニコニコ超会議2022のキービジュアル、これ前回確か未完成の状態だったって話ですね、うん、はい、だって言ったもん、コロナのために上げるって値上げするって言ったんだもん真ん中の、はい、ちょっとお手伝いお願いしますということで、うん、皆さんにおける超会議とはということでツイートを募集いたしまして、うんうん、キービジュアル完成いたしました。おこちらです。これが前回ですね。マンさん持ってるこれですね。キャッチコピーが、おかえり、ただいま、はい、入るけれども、新しく皆さんのやつが入りまして、じゃじゃん。入社が出て、入れるのここにミーティングって書いてある。これか。いただきました。あ、これコピーした。全部みんなが投稿してくれて入れるの、ね、これ入場料とかいらないの。して、キービジュアルの中に入れます。わかんないんだけど、おしゃれですね。あ、なんか、自分の投稿したやつあります？全くわからん、これ。またいずれゆっくり見ることのできる機会が。英語で書かれてるもん。うわ、止まりそう。今日からホームページやツイッターとかに、はい。あ、わからんわ。ごめんなさい。皆さん、チェックしてみてください。いいですね。なんかすごいエモみを感じる。うん、ちょっとね、今までの、ね、あのデザインとはちょっと違う形で、うんうん、ただいまお帰りということで。まあ、右が向かって右側が、リアルでやってきたネット超会議と、はい、今までずっとやってきた、リアルな超会議を合わせて今回8日間にわたってお送りしますという、はい、僕らの思いを込めてこのキービジュアルを作りましたので、今回8日間にわたってお送りします。よく見たら左の手ポリゴン数が、うん、右に比べてきましたので、これ音が出ちゃうんだけどどうしたらいい、本当だ、よくおしゃれ、はい、音出ちゃう、いろんなところで見ることができるわけですね。比べてちょっと少ないですね。素晴らしい投稿、皆さんありがとうございます。決していいちゃんと楽しんでいきましょう。はい、これがいろんなところで見ることができるわけですね。はい、はい、素晴らしい投稿、皆さんありがとうございます。配信しながらと楽しんでいきましょう。無理っぽいわ。さてさて、こちら続いてなんですけど、どんどんお知らせをさせていただきます。続いてが超物販からのお知らせとなります。はい。では、生放送ミュートするでもこれは俺の声も今回あ生放送ミュートすればいいか、ね、はい、そういうことか、いろいろとある中で、もう一回やっていい、はい、じゃあちょっと行きましょう、ちょっとこれだけ見させて、こちら、はい、超会議2022何 何を売るかっていうのを知りたいから、ただいまより販売開始、画面をクリックすると本日発売のグッズが見れるよっていうことなんですが、はい、今回のニコニコ生放送ではライブコマース機能というものを実装させていただきました。はい、今ですね、画面のはい、下の方、はい、アイコン出てきました。こちらをクリックもしくはタップするとですね、商品一覧がいつでも確認可能となっております。もうこちらで購入するとですね、下にお知らせがブワーって出たりするらしいんですけれども、商品画像をクリックオアタップするとドワンゴ JP ストアにてすぐアクセスです。ちょっと一回これで聞こえなくなったのね。じゃあちょっとあの俺意見言いたいからさ、やっぱりおかしくないって思うでしょ誰だって。ここをワンクリしてズームミーティングを開くでいいのかな。で開けないんだけど。接続してます。ビデオ付きで参加。コンピューターオーディオで参加。どうもいいね。はい、かわいい、欲しい、欲しいといったコメントありがとうございます。これでいいの？はい、ちょっとテンポはね、やっていきましょう。続きまして、はい、T シャツになります、コティラ。あ、これはもうツリックマのやつかな。はい、ポーチ T シャツとなっております。はい、もう皆さんね、ニコ生ゲームでたくさん釣ってきたツリックマが、はい、こちらにおるということで、ツリックマ勢の方はぜひ手に入れてみてください。続きまして、こちら。はい、ガチャガチャ T シャツと。はい、映像が撮らない。ガチャガチャって何ぞやって見たら、もうガチャマシーンが、はい、記載されてる感じの、はい、T シャツとなっております。参加者38人。ガチャガチャタオルもありますね。参加者が3、なんで俺の映像でガチャガチャしとる。どんどんいきましょう。続きましてこちら、歌ってみた T シャツ。もう一回ちょっと、はい、あのもう一回話聞くときにやるわ、うん、もう一回意見がある人っていう出番のときにあの入るわ。その時に俺手挙げるわ、思いっきりはいっつって、うん、その時にやるわ、その時にやるわ、その時にやる、あれ、あ、自分の放送見らした、ごめん、なんかおかしいなと、自分の放送見らした、ごめん、なんかおかしいなと、自分の放送見らした、ごめん、これだったらごめんなさい、間違えた、意味が、来たら、はい、次はこちらです。ゲーム実況 T シャツ、はい、
ゲーム実況上げてるぜっていうプンヌシはね一発でわかるので、これもぜひぜひ手に入れてみてください。でゲーム実況雑談 T シャツ、雑談生の T シャツない。あ、そういえばさっきツリクマねありましたけど、ツリクマつじゃねえぞ、ねえツリクマ T シャツもう一回います。はい、こちらです。消そうかな。はい、シンプルな方、うん、はい、これ僕着てるやつですか、ね、あ、バンさん着てるやつですか、うん、あ、本当だ、いいね、いいですね。今購入されましたっていうのが出ましたね。おお、え、購入すると下にお知らせが出るみたいなので、はい、久保さんがライブコマースで商品購入しました、はい、ありがとうございます。こういう風にね、あの買ったらこうパチッと出ますからね、うん、はい、面白い機能ですね、これも。はい、で、T シャツまだございますね。はい、視聴者の皆様、クリックオアタップでアイコンを再表示できます。じゃあもう、なんかこの辺適当にポンと押してみてください。そしたらゆるって出てくるんで、はい、あー、どこ行ったっけ、どこ行ったっけという方はもうペッと押したらポッと出てきますので、チェックしてみてください。では、商品紹介続きましていきましょう。こちらです。商品なんかいいじゃん、だって。はい、縁日射的 T シャツ。こちらもニコ生ゲームでね、もうすごい人気を誇っているゲームでございます。配ればいいじゃん。まあ、点数が悪いと店主のせいにされるゲームなんですけれども。はい、こちらもなんと、グッズ化したぜということでございますね。早くこれ、あの、はい、ニコ生ゲームシリーズどんどんいきましょう。続いてこちらです。ドン！スヤスヤにゃんこ T シャツ。はい、これもですね、上から布団をかけて猫を眠らせていくゲームですけれども、え、犬は映ってますね、よく見たら、うん、ここにね、はい、実物がありますね。あ、ふーさんのところがね、ここにいろいろあった。お、抜けてる。あ、本当だ、スケスケだ。あ、本当だ。え、運営がスケスケの T シャツ販売しとるぞ、みんな。はい、まあ、現実モードにするとね、全然黒巻き抜けなくてスケスケじゃないんですけれども、まあ、緑ですね。はい、可愛いですね、これも、可愛いね、犬も出ろ。はい、で、こちらタオルと T シャツがスヤニャンございます。そしてこちらニコ生ね、結構皆さん遊びに来る方書かれる例のコメントがグッズになっております。こちら和骨 T シャツ。はい、もうね、古き良き文化ですよ、枠取りお疲れ様でした、略して和骨。はい、こちらがね、タオルと T シャツになったぜと、はい、普段持ってくれてますね、和骨。生主っぽくないんだけど、あー、スケスケぞ、みんな。またスケスケ。あー、すごい、もうとお茶がいっぱいやってくるよ、うん、はい、どんどん流れてきてます、ありがとうございます。初めて知った。そうなんです、枠取りを使わせてやっぱり寝巻きって今コメントが言ってたけど、そうですね、あ、大体寝巻きになることは生主グッズとして売るのはやめてほしい、まあ、ね、寝巻きか放送で着るときか、どっちかですね。普段着にはちょっとハードル高いかもしれない。僕も割と寝巻きになっちゃいます。僕夏場普通に着て歩いてますよ。本当に、はい、でも着れるよね、はい、うん、なんかね、まあ、そのシンプルかつね、もう外で着られるものもあれば、まあ、放送用かなっていうものもあれば、うん、いろんなものございます。で、今までですね、タオルと T シャツいっぱい紹介してきたんですが、続きましてはこちらです。そのもの、はい、公式マグカップ、はい、ガチャガチャマグカップ、スヤニャンマグカップ、ツリクママグカップとなっております。はい、いろいろとマグカップもご用意があるんですが、はい、こちらに ありますね、ちょっと持っちゃった、はい、このように超会議のロゴだったりとか、先ほどの T シャツのデザインのマグカップがあり、ね、結構、はい、そして、はい、よいしょっと、こちら、はい、ガチャガチャマグカップございます。はい、ここにあるのは、まあ、こちらの店なんですけれども、ね、通販番組に見えるんだけど、もうなんかいっぱいある。13分使ってグッズの通販お寿司屋さんのなんかあのあれを思わす、ありますね、もう13分かけてグッズ通販番組みたいになってる、この時点で全部お金、うん、しかもそこまで、ね、このようにいろんなアイテム取り揃えておりますが、まだございます。まだあるの？続きましてこちらです。いくらかけたの？はい、ギフトグッズ。あのさ、このニコニコっていつからツリックマのさ宣伝番組やったの？全部ツリックマばっかじゃん。ねえ、そこまで可愛くないしさ、悪いけど。今バンさんが持ってくれてますね、はい、あのバンさんが持つとちょっとちっちゃく見えますけど大きいですからね、トートバッグ割と大きめですよ、うん、はい、A4 は入るね。そうですね、 A4 サイズ、うん、ノートパソコンとか割と普通に入る、うん、コンテンツがないの、まあ、これを先に手に入れておいて、超会議現地行った時に、超会議じゃないじゃん、だってこれスリックマじゃん、帰るっていうこともできるんじゃないでしょうか。はい、よろしくお願いします。そしてお知らせといたしましては、センスないな。はい、事前グッズ販売開始、4月17日日曜までに購入いただいたお客様は4月28日もこういうのクラウチさんとか調子乗って買ってきそうだ。グッズこちらはですね、昔出てきたから酒飲んでいい、久々に参戦してみてください。イライラしてきたから、この冷蔵庫にあったストロング飲んだら、そんぐらいこれ悪魔の水だから、これ飲むと俺商品のアイコン悪口がの度合いがパワーアップしちゃうんだけど、
まあアイコンが出てる間はいつでも商品見れますんで、この番組に対して今買いたいと思ったらすぐに、購入できるようになってますんで、もう今日の放送長いのでいつでも買っていってください。よろしくお願いします。やるみさんが二度と飲まないと言ってた。お酒を私は代わりに飲んでおります。いいですね、新しい機能もあって。そうだね、素晴らしいですね。さて、そして超物販さん、まだね、お知らせございます。こちら、はい、その他の企画も随時ね、考えているということなので、こちらも楽しみにしておいてください。はい、ここまでが、商品とアイテムのお知らせでした。続きまして、ニコニコ超会議2022にご協賛いただける企業様のご紹介です。こちら VTR ご用意いただきましたので、まずはご覧ください。企業だからじゃないか。ニコニコ超会議2022協賛企業、超スマニュー協賛、スマートニュース、超 NFT 協賛。 NFT って LINE NFT。 何 NFT って有名な。超 VTuber フェスジャパン協賛、後払いペイディ有名なの。コンパス知らない。超ドリンク協賛、アンリミテッドパフォーマンスエナジー。昔コカ・コーラとかあった気がするけどな。超休憩所協賛。休憩所ってな。キャノンマーケティングジャパン株式会社。カメラじゃん。超クリエイターマーケット協賛、日本ネットクリエイター協賛。生主の ブース協賛ない、あるんだろうな。超喫煙所協賛。生主ブース協賛ないだ、あるんだろうな。ブリティッシュアメリカンタバコジャパン合同会社。BAT って何。超 T シャツ協賛、漫画とビームス。え、こんだけ？少な。凄まじい企業の皆様にご協力いただけることになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。では改めまして、超会議2022ご協賛いただける企業様のご紹介をさせていただきます。まずはこちら、何超スマニュー協賛、スマートニュース様。スマートニュースのアプリが超会議と連動、来場するユーザーもネットユーザーも嬉しくなれるスマートニュース限定のお得情報をお届けする。夏野さんとかのコネ使ってないでしょ。今後の情報にご期待ください。ありがとうございます。夏野さんのコネとか川上会長のコネとか栗田さんのコネなんか一つも関わってないよ、こんなの。なあ、だって知らないんだもん。の NFT、 NFT 総合マーケットプレイスの LINE NFT が超会議に初協賛です。よろしくお願いします。大きいの、ありがとうございます。続きましてこちら、超 VTuber フェスジャパン冠協賛、ペイディ様。これしかない。今話題の決算サービス、決済サービス、後払いペイディさんが超会議に初協賛です。もしかしたらすでにニコニコポイントをペイディで買ってるよという方も多いかもしれません。今回はスポンサーが中国側になったフェスのチケットを購入するとどうやらお得とのこと。なんでチケットの大事なさ、一番知りたいのってさ、この協賛とかグズじゃなくて入場料だとかどんな企画やるかでしょ。なんでこれ先にやるの、ラストに持ってけよ、この企業協賛のコーナーは。ということで、VTuber フェスジャパンの協賛にもついていただきました。ありがとうございます。続きましてこちら、超ドリンク協賛、アンリミテッドパフォーマンスエナジーゾーン様。超会議では初ドリンク協賛となります。アンリミテッドパフォーマンスエナジーゾーンです。協賛あってこそだけどさ、まあ、そりゃそうだんだけど。続きましてこちら、超休憩所協賛、キャノンマーケティングジャパン株式会社様。池ハロで毎年協賛いただいているキャノンマーケティングジャパン様が超会議でも協賛についていただくことになりました。休憩所では VR を活用したオリジナルの癒し映像を楽しめるようなので、企画発表お楽しみにとのことです。ありがとうございます。レンズサンドペーパーで意外と話をするな。超クリエイターマーケット協賛、日本ネットクリエイター協会様。一般社団法人日本ネットクリエイター、これいくら出してるの。一つ100万円ぐらい出してんじゃないの。あ、止まっちゃった、くるくる回って。100万円ぐらい。よろしくお願いいたします。200万ぐらいかな。続きましてこちら、超喫煙所協賛、ブリティッシュアメリカンタバコジャパン合同会社様。20万も出してるのこれに。タバコメーカーのブリティッシュアメリカンタバコジャパン様でございます。信じられない。一口1000万からなんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。続きましてこちら、超 T シャツ協賛、マンガーとビームス様。
超会議とビームスさんの新プロジェクト、マンガーとビームスが喫煙禁煙喫煙所作るって言ったかったよ。おしゃれになるぞ。喫煙所作るの超会議で、やめて。あのさ、今どこもタバコをやめましょうってなってる時代で。続きまして、作るな。共産企業の皆様の、はい。いや、俺はタバコ反対派だから。おさらいでございます。こちら。別にいい、はい、そう、すいません。改めて協賛者様は以上になります。前回発表した協賛者様も、お伝えさせていただきますね。だいぶ減ったよ、はい、なっております。ドン、うわーすごい。今回追加されました、こういう公式の時ぐらいさ、16社の企業様がギフト切ってほしいよね、邪魔なんだけど。くださいました。NTT 様をはじめいつも支えてくださってる企業様から、うん、やってんじゃん。今回は新しいところも多くいらっしゃいます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。今回も参加したかったけど、だいぶスカスカだね。情勢的にできない企業様もあったりしたようでございます。馬込さんの髪の毛ぐらい少ねえわ。その思いも抱きながら、ぜひこちらの協賛者様と一緒にですね、超会議皆さんで盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。俺のギフトじゃないよ、運営のギフトだって。はい、できませんからね。そうですね、本当にありがたいことです、はい、ギーさんをはじめ本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。皆さんのね、やっぱ力貸してもらったんで、我々も全力で楽しませていただきましょう。はい、はい、といったところでいろいろと紹介させていただいておりますが、続きましてですね、はい、改めましてこちらも紹介させていただきます。こちらドン出ますでしょうか。ニコニコ超公演と。公演って何？共産と違う。情報いきますよ。こちら。ドドン。はい。とんでもないことになっております。これ千葉県の総務省、県知事が元ドワンゴ出身だから。これは裏があって、県知事が元ドワンゴ出身の社員社長だったから。それが当選したの、県知事。だから思いっきりね、県のね、あれにも VTuber みたいなの使ってるんだ。はい。PR。ドワンゴの技術使って。決まり次第発表させていただきます。これ調べた。大暴れさせていただきます。ありがとうございます。はい。では続きまして、メディアパートナーのご紹介です。こちら。はい、改めまして、こちらのメディアパートナーの皆様でございます。幕張やるのもあるか、県知事もっとあれだよ。今回もたくさんの皆様にメディアパートナーとしてご協力いただきます。前回の2021ネット超会議や僕はこれ秋からも引き続きご協力いただける皆様に加え、ニューパラ TV 様、スクールオブロック様は今回からの初めてのご協力でございます。ありがとうございます。ごめん、茨城県だった。すいませんでした。インター FM 茨城県だった。千葉県じゃなかった。すいません、僕の勘違いでした。すいません、今の勘違いでした。カットしてください。確か茨城だったかもしれない。千葉だった。すいません、茨城だったかもしれない。間違えました。すいません。ABC ラジオ、ニューパラ TV 様、テレビ朝日系、発言の訂正をミュージカル TV 様、日本テレビ、バズリズム様、メーテレボンバーイ様、ご協賛、ご協力メディアパートナー、ありがとうございます。忘れちゃった。すみません、間違えちゃった。これはね、超会議で起こったことを、はい、茨城県知事だったかもしれない。広げていただくというパートナー、めちゃめちゃひどいデマ流しちゃった。すみませんでした。だいぶ増えましたよね。はい、すごいですね。はい、なんか聞いたことある、ね、茨城と千葉メディアの皆様がいっぱいいるんで、はい、頼りになります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ではですね、続きましての紹介になります。はい、超 JFN、2022年ネット超会議でも実施していきます。超 JFN 見どころの紹介です。こちら、耳で聞くラジオをニコ生中継でリアルタイムの双方向性をプラス、ラジオ生放送中にパーソナリティがコメントを読んでくれるかも。コメントでみんなとワイワイ盛り上がったり、ラジオと配信両方をして、ラジオはラジオだからいいんだろ。はい、CM 中の裏側などを楽しんだり、映像つけたらもうラジオじゃないんだよ。JFN ラジオと視聴と合わせて楽しむ、現地裏側が見れて2倍楽しめますとのことです。対象番組はこちら、中継する番組は好評の Oh Happy Morning、 デイリーフライヤー、こちらに加えまして、この春で1周年を迎えますクリエイターズスタジオ with ボカコレ、こちらの3番組となっております。はい、とんでもない楽しみ方がいっぱいできますので、ぜひ皆様 JFN さんも合わせてチェックのほどよろしくお願いいたします。ラジオはね、はい、何でもしながら聞けますからね。そうですね、なので注目のメディアです、僕的に。ふうさんずっとラジオ好きですもんね。ずっとラジオ好きですね、はい、皆さんの、ね、コメントも拾われて、皆さんの、ね、コメントが電波に乗るかもしれません、はい、楽しみにしておきましょう、はい、ではここからはいろいろと、あれまた止まったな、もうなんだこれは、あ、閉まった、もうこれこちら、何
ザ・ボーカロイドコレクション2022セプリング企業のあればっかじゃん、ここまで。ドバイ東部トップツアーズさん、はい、企画担当の丸山さんとお話が今回もできるんじゃないでしょうか。つながってますでしょうか。リーコがツイートで超会議の、もうやめてよ、そういう女なんで呼ぶんだよ、マジ。皆さん、こんにちは。本当リーコさんっていう人さ、違反してくれよ。そういうネタバレ女のダメだわ。丸山さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今までも結構な情報量でしたが、今回はどんなお知らせをしてくれるんでしょうか。はい、今日はですね、どうでもいい、すみません。これもものすごくたくさんのですね、いろいろ伝えることがありますので、よろしくお願いします。この写ってる方、弁護士さんです、誰、本当に。上優さんじゃない、だ誰ですか。背景がどんな感じになってるか、すごい気になってる方々多いですけど、ね、これ今ごめん聞いてなかったけど、何だったの。あれなんです、会社でミニ四駆男が出たら やらせて俺言うから。またミニ四駆男が30分にわたって喋り始めたらやらせて言うから。弊社です。また部屋の感じがらと変わったのかなと思ってましたけれども、はい。ではまずはもうボカコレ初めましての方もいるかもしれないんで、ボカコレとは何ぞやというところから伺ってよろしいでしょうか。はい、承知しました。ではスライドお願いします。なんか言ったら文句言いながら見るって、はい、これ多分長そうだな。改めましてボカコレはですね、動画の投稿イベントでして過去3回実施しております。ボカコレだってさ、ボカコレって、ボカコレ2021の秋ですね。こちらは4日間で関連動画作品がですね、約4000件投稿されました。すごい。はい、またですね、それと同時にランキングの速報を伝える生放送やボカロ P やアーティストによるライブによって非常に盛り上がるボカロの投稿祭という、バカこれじゃん、ボカこれだって、バカこれってこれこれの悪口じゃん。では次お願いします。ボカこれなんですが、どんどんとですね、これ長そうだな、ここちょっとミュートにするわ、うん、あ、体がなんか熱くなってきたわ。そう、前もこれだ、前の焼き回しじゃん、だって一緒のこと言ってんだよ、だってこれ前回の第1弾の発表と全く一緒のことやってんだもん、だってね、それ見たじゃん、スポンサーのあれとさ、あの今回こんなことやりますって、僕はこれのやつもな、イライラしてきたわ本当によ、酒飲んでさらに体も痒くなってきたし、いやもうこれ以上飲むとさ、気が狂いそうになるから、うん、新しいことをしてほしい。ずーっと一緒、これ前回見たようなことだもんだって。前回見たことを焼き回しして、ね、でギャラ、あのギャラじゃなくて、そのあれだよ、あの入場料のこと触れないんだもん。入場料のこと触れろよ、一番大事なさ、ユーザーね、これってお客さんがいるから成り立つ企画なんだよ。スポンサーのための企画じゃないんだよ、はっきり言って。スポンサーで宣伝するんだったらテレビでやればいいんだよ。でもさ、入場料だとか、そういったね、細かい部分で俺は、ちゃんとしてほしい。ね、一番金に関わることなんだからさ。な。マニーとかつまらないよな、もう。あ、名前言っちゃった。ごめんなさい。面白い。マニーさん面白いから。ね。まあ、ね。マニーさん面白い人だから。ね、でも今他の配信者の悪口を呼ぶと俺多分ね、キャトルことになるから、うん、キャトルになるからちょっとあんまり言いません、うん、ちょっとね、ちょっと僕もちょっと口をつぐむことから、うん、悪口番っていう怖くない、だって悪口番って通報されたら一発なんだもん。どうしようもないよ、これ。だから今後さ、人の、他の配信者のことを言わん方がいいかな。ある程度知ってる人だったらいいけどさ、あんまり知らない人のことを、うわーって言うのやめようかなと思ってるんです。うん、まあ、ね。いや、茜子さんとかも別にそういうのは俺嫌いじゃないですよ。頑張ってほしいと思ってますし、ね、ニコニコ生放送だけでやってる人はね、僕応援しますんで。見れるかよ、あんなもん。もういいよ、これ。もうずっとこの宣伝が始まるんだろ？この後。ミラーするとバンズ、あの人のね、あの、
見てーっていう割にはミラーするとパンするから怖い、怖くて見れん。ていうか、うーん、怖いからもういいよ、うん。だからもう僕は今回町会議のこのあれだけミラーする。はい、いいよ。ぜひチェックしてみてください。すげえ、いろいろ始まってる。はい、まだ。まだまだあります。まだまだあと2ページあります。まだあんのこれもう。前回やったことなんでまたやるの。メディアパートナーさんだけでそんなに。じゃあお願いします。前回やったことをまたやってるんだよこれ。そしてですね、東京 FM スクールオブロックさんではですね、番組本編でのボカコレ。いい加減にしてくださいよこれもう。出演がバレたってもう、だって星屑ジェットがバラしたんだろ。星屑ジェットか知らんけど。星屑ジェットのやつ見りゃいいんでしょ。あ、でも出てんじゃん。あ、もう出てんじゃん。うん。あ、もうよかったよかった。出てんだったらいいや。とりあえず僕ね、あ、もう公式が発表してたのね。すいませんでした。公式が発表したならもう隠すことないんだけど、加藤純一、とろみ、ゆき、みどり、ゆきちゃんの超配信者雑談公式。これ、ちなみに言うけど、僕が希望して集めたキャストじゃないからな。先にこう勘違いしないでね。これ、一応僕がね、司会なんだけど、横山さん、どんな人が出たいですか、出したいですかって言って、俺が聞かれて選んだわけじゃないから。これだけは。そこだけは、勘違いしないでください。はい。うん、本当ですよ。そういった権力ないから。そんな権力は全くありませんので、ね、そこだけは勘違いしないでください。はい。別に暗黒とそんなに関わりない人たちだから、まあ、TS 予約しとこう。選んだの僕じゃないっつうんだから、これだけは本当に間違いなく言うわ。あとでこれちゃんと証拠やね、証明もできないけど、俺選んでないから。そこまでね、プロデューサー気取りでさ、権力がある人間じゃないんで。うん、これもしかしてまたやってるこのやつ。これ。ちょっと出演者が 俺も全然わかんないんだもん。だって全くわからん人だから、どうしようもないじゃん、この。R サウって誰かもわからんし、うん、全然わかんない、うん、トロミとか、まあ、ちょっと後で俺もこれ詳しくわかんないから発表見ないとわかんないんですよ。これまだ宣伝してる、これまだやってる、同じ画面で。もうこれ投げ悪いけど、え、知らないよ本当に。ここちょっとこれがちょっとまだわかんないけど、まあ誰が出るかはちょっとまだ公開されてないんじゃないのかな。星屑ジェットの。つかさ、まあまあ、今悪口言うと俺ちょっととんでもないこと言っちゃいそうだから。今口を開くと俺多分とんでもないこと言っちゃいそうだから、ちょっとごめんなさい。うん、あ、今口開くと俺とんでもないこと言ってしまいそうだから、口、あの、歯を、ね、口の筋肉をギュッと絞って我慢します。ごめんなさい。本当に言いたいことが山ほどあるんだけど、今言うと、ね、悪魔の横山が飛び出てくるからね。何これ、始まった。発掘するオーディションダイヤモンドボイスを開催中です。合格者には超人気ボカロピンの曲でデビューという夢のような未来が約束されています。あれ、この人って何か現在二次審査に残った28名の中から3次へと進む歌い手を審査中です。エビちゃんって誰。少年ボイスを持つ15歳の高校生からメジャーデビューを諦めきれないセミプロ社会人まで誰が3次審査へと進むのか。バカリズムの配信者のことバカにしてたんですよ。バズリズム公式チャンネルに歌声動画がアップされているので、ニコニコをご覧の皆さんも審査員目線でチェックをお願いします。素人さんのことバカにしてたことじゃない。そしてオーディションの最強パートナードワンゴ横澤専務にもお願いがあります。ニコニコ超会議でオーディションを代表するどでかい企画をお願いいたします。専務さんだったの、楽しみにしています。以上バカリズムでした。ニコニコ風さんって皆さんも歌声チェックお願いします。おお、かしこまりましたちょっと楽しみにされちゃってますよ。楽しみにされてしまいました、ね、バカリズムさんからのメッセージ、はい、
しかもちょっとニコニコ風にちょっと右から左にね、ちょっとコメントが。もうしっかりコメントを読んでくれるタイプの生主さんですね。はい、そしてあの、はい、YouTube をご覧くださいっていうのも、お前がパコリズムって書いて、お前ぬじっこんでね。素晴らしいこのタンクなんだろう。バカリズムとパコリズムと全然違うわ。はい、誰だよ、これ。偉い人なんですね。はい。こんなバズリズムさんありがとうございました。ありがとうございます。次行こう。でもそしてですね、メーテレさん、ボンバーイーさんからも、ね、氷川きよしが真ん中にいるわけない。のシーズン2が、スタートいたします。4月5日火曜日から。まだ宣伝しまだ歌い手さんの宣伝しながらちょっとまだ歌い手さんの宣伝しながら、うん、まあ、あいます。以上、メディアパートナーの発表でした。はい、はい、さようなら。ありがとうございました。発表だけでこのボリュームやばいですね、丸山さん。発表だけで30分かけてる、はい。やばいですね。いや、大成功でありがたいです。ありがとうございます。次、ね、番組本番も控えてるのに。ちょっといろいろまた情報いただいてもいいですか、この後も。はい、承知しました。そしていよいよ、企画の方、もろもろ、皆さんに発表していきたいと思います。それではスライドお願いします。まずですね、投稿期間、決定いたしました。またやった。まだやっとる。ミニ四駆とか、いやいや、これ歌い手だから期間となっております。まだ歌い手。なるほど。そしてミニ四駆が来たら俺が、ランキングトップハンドレッドからリミックスを踊ってみた、演奏してみた、小学生みたいな顔だな、それ悪口だよ、ね、こちらが4月23日の小学生みたいな顔だ、人の顔の誹謗中傷やめてください。ております。はい、はい、そして、目玉のアートワークいきます。アートワークなんですが、今回の特設サイトではですね、タミームーンさんがアートワークを制作してくださいました。うわ、書き下ろしのボカロキャラクターイラストになります。テーマは日常の中の音楽のある風景となってます。ボカロに興味がある人もいるんだけど。はい、グミさんとフラワーさんですね。で、次のページお願いします。おお。はい。そして、今ボカロって流行ってるんですが、ボカコレ2022。ボカロってまだブームなの？そこが知りたいわ。ボーカロイドコレクション。あのタミムーンさんのイラストでですね。ボカロってもうボカロ P さんたち。ボカロ生放送ってだってチクラの上位に上がらないという熱い展開になってます。なるほど。はい、本日より俺随役の作品展だったら見に行きたいな。ぜひぜひ、いろいろな作品作っていただけると嬉しいです。こちらはカフちゃんとグミちゃんですね。目があったってコメント好き。はい、いいですね。では次のスライドお願いします。さらにですね、3月28日20時よりボカコレ情報特番決定いたしました。おー、ボリューミーになりそう。ボリューミーです。はい、今日では紹介しきれない企画の全貌をはじめ、随役作品展もすればいいな。詳しい情報いろいろあると思いますので、ぜひぜひ配信者が描いた絵画みたいな。では一人一人の個性があるから。あ、来た。そして安定の、はい、余韻おじさんこと、星野拓也さんとノリストリーさんが番組 MC となっております。もうその2人の方がね、もテンポよく進めてほしい。大丈夫です。もう分かった、はい、前回見たじゃん。だって余韻前回見たから、はい、特設サイト、オープンしました。分かんない俺も、誰かが分かんない。素直な感想誰か分かんない。盛りだくさんです。リミックス企画もございますし、ステムデータをはじめいろいろな楽曲で発注です。最新情報は公式ツイッターをチェックしてみてください。うん、はい、はい、もう終わりこんな感じなんですけれども、そんな感じならもういいじゃん。皆さん気になっていらっしゃるであろう、町会議の29日30日のリアル会場では、はい、僕はこれなんか先発みたいな顔どうなってるのというところを、なんか今日俺先発を喋ったけど、ついに先発みたいな。では次のスライドの町会議では、神出鬼没ボカミコとして生放送実施いたしましたが、うんうん、リアル開催では2019年ぶりの3年ぶりの開催。褒めてる。さらにですね、かわいいというか褒めてる。企画はですね、はい、DJ メインとなってます。その他にもいろいろな企画があるかもと。それは3月28日をお楽しみにということで、さてじゃあいつからいつやってるかというところをお伝えしていきます。はい、次お願いします。うわ、はい、開催日時なんですが、もう朝からやってます。フルタイムじゃん。はい、フルタイムです。4月29日金曜日は10時半から17時、
デイツ4月30日土曜日は10時半から16時で実施しております。はい、で当日はですねニコ生でもステージをぶっ続けで生放送いたします。前回やったことに30分またかけてる、はい、ボカロエリアではおなじみの東武トップツアーズブース、クリプトンブース、雪ミックスカイタウンブースボカロってまだ人気なんだろうな。それならいいんだけど、ボーカロイドコレクションステージではですねエシテンの企画、エシテントークショーや、ユーザー企画のドガコレ、受賞式も実施予定です。どういう層か見てわかんない。でも人が集まるからこうやってやってるんでしょ。では次、気になる出演者、これみんな知ってる人います。初出演はこの方々となっております。楽しみだな。はい、昨年のトップトップツアーズテーマソングも取りも知りません、された一ノ瀬ルポさん、僕はこれ2021秋東武賞のイルカアイスさんなど僕はこれでも活躍してくださっている P さんを中心に、このこちらの初出演者の方々がいらっしゃるという感じでございます。あ、コメントの皆さんも盛り上がっていただいてありがとうございます。もう新進気鋭のもう若手たちがもうボカニコでブイブイ言わせる感じですね。もうここで、はい、さらにベテランも紹介させてください。次お願いします。分かんなくなってきた。うわ、圧倒的な、はい、誰かが分かる。 すごい豪華な方々ばかりなんですが、前回も以前もですね参加いただいた超人気ボカロ P 出演決定、コロナ禍ということでですね、はい、制限も一応入場宣言もあったりしちゃうんですけれども皆さんともう大盛り上がりしたいと思ってますのでよろしくお願いいたします。うわこれもう全編通してこんなだったら万人さんの放送見らしたほうが膝壊れるレベルの盛り上げをしてくれる面々ですね。これはそうですね、これは誰がいつ出るとかはまだ内緒な感じなのかね。わかんないもん、八王子 P とか菊子とかさ、ヒゲドライバーさん、わかんないよ、これじゃあ、はい、発表させてください。どんな人と続報をお待ちいただけますと幸いでございます。はい、しないよ、あの人バンするもん。だってありがとうございます。いいね、声出せない。そしてあの人バンするから嫌だ言ってる今コメントがね、ああ飛びたいですよ ね、 ね、まあ、もし飛びなかった時もね、もうペン振るとかもいっぱいできるんで、うん、そうですね、ぜひぜひよろしくお願いします。そしてですね、ボカロエリアまだコンテンツございます、まだ。では次のスライドお願いします。はい、超エシテンパワードバイザーボーカロイドコレクション。おはい、ということで次のスライドお願いします。今回の超エシテンの目玉はですね、ボカロのミュージックビデオの深掘りとなっております。これ何時間番組ですか？これや2021年に盛り上がった MV をクリエイターの皆さんが解説。あのシーンはどういう意味なんだろう？このキャラクターはどうやって描かれたんだろう？など、ボカロのさらなる深みを理解する上では欠かせない内容となっております。こういうのって別に今ここで、参加作品としては、パメラ。ノンブレスオブリーズ、これで雑談生主、あれをうまくいかないの時間短縮したらガチ切れするからね本当に、はい、ここまで時間かけてボカロ宣伝しといて、ね、僕はこれ雑談生主の企画を無限にしたらガチ切れするよ。紹介させていただきます。次のスライドお願いします。はい、超エシテンドガコレということでして今回のエシテンの目玉はボカロの MV の深掘り、過去のボカコレや2021年に盛り上がった MV をクリエイターさんが解説します。はい、こういった内容になってます。あまりにもこの放送がつまらんからつってさ、はい、他の放送で逃げるのやめて、ね、はい、雑談10秒からガチ切れするアワード開催期間まだやっ、これさ、4月25日、まあ、僕あの企画のディレクターじゃないけどテンポ悪くない？こちらなんですが新しい企画、初めて見る人からしたらこれまでボカコレではですね、ボカロ P のランキングはあったもののテンポ悪くない？に関する企画はあんまりなかった。まんなんとかさんかなくていいよ。今回はですね、確かに負けて、ね、内容的には負けちゃうけど、新企画作らせていただきました。テンポ悪いから言っちゃう言い方悪いけど、今回の流れはそのご覧の通りなんですけれども、はい、今回のボカコレ投稿楽曲をですね、作画されたエシさんがですね、ご自身の Twitter アカウントでイラストを投稿いただきます。それをいいねプラスリツイートでトップ30までナンバリングせずに選出させていただきます。で、これはですね、エシテンに、展示させていただきます。コメントしようがないじゃん、トップ30は。来場者の皆さんが、投票していただいて、
トップ30を決めるという企画になっております。入賞者が決まるという、企画になっておりますので、ぜひお楽しみにという感じです。で、優勝者はですね、この番組はパソコンのみで視聴できまして、贈呈や全く、トロフィーの渡しもされんかったもございます。すごっ、はい、この番組はパソコンですから、またですね、されます、ね、トップ30の入賞者やポカコレエシアワードに関しては特設サイトで、発表いたしますので、ぜひ振るってご参加ください。はあ、すげえ。コメントでもね、そして次のスライドで、だってカソルの証人だったらテンポ悪すぎるもん、いくらなんでも。ございます、助かります。あ、テンポ悪いじゃん、だってこれさ、パッパッパッと言ってさ、大丈夫な方は視聴続けてください。あのタイムシフトでもこれ見られますので、はい、無理のない範囲でご視聴よろしくお願いします。俺に向かって言ってんの、はい、まだ情報があるということで、はい、あとスライドに2枚だけよろしくお願いします。まだあるすごい、はい、まだあるのこれ、はい、本当に、ドガコレという、だって動画時間、これとも時間がもったいなくない、これだって、ね、俺がディレクター、ちょっと待って、俺がディレクターだったらこういったコーナーをもう本当にすぐにパッパッパッってやってね、こんなにネタバレさせないよ、はっきり言って。これはこうですよ、説明いらないからさ、説明いらずにこんなコーナーやります、パッパッパッってて最後の質疑応答で時間取らせるわ、ユーザーのことを思うんだったらな。あ、長いよ、一つ一枚一枚のさ、これイライラしてきた俺マジで、お酒飲んでるせいもあるけどさ、ね、赤鬼だわ、本当に早くやれよマジで。お願いします。作り始めるな、みんな作業を開始しないと。お願いします。あと13日、はい、まあと13日なんとかなんかなると思います。赤いに決まってんだろ、まあ、さっき、ね、今回のストロングゼロのさ、はい、何パーセントこれ、プリンゼロ対ゼロの 9% もあるよ、冷蔵庫の中にあったんだよ残り物が、冷蔵庫の中にまだあったからそれを持ってきた、うん、ラスト日本は資産だけではなく動画資産のこともしっかりとフィーチャーしてまいります。今をときめくボカロクリエイターを余すところなく盛り上げていければと思います。これバンサレじゃない今日の。そして最後です。はい、最後ね。うん、ラストします。ラストだって。はい。まとめなんですが、ボカロエリアのですね、エシテンの特設ステージ、あ、ごめんなさい、ボカロエリアの特設ステージ ですね、ゆっくり喋る人だな。超エシテンが仕掛けるボカロ P× エシの対談トークショーや、ドガコレ授賞式なども生放送予定しておりますので、うん、ぜひぜひご覧ください。はい、以上です。またですね、ボカコレ企画ピクチャーリストでは4月10日までの間、投稿で、投稿してくださった方はですね、超エシテンでデジタルサイネージで、展示されるかもしれません。皆さんできるだけ早めにご参加いただけると気持ち悪くなる。いや、万人さんの筋で以上です。お昼寝したい。これまずいですよ、体1個じゃもう足りないという事実が分かってしまいました、皆さん、はい、耳もちょっと1個じゃ足んないかもしれない。そうですね、ボカロっていうジャンルだけで、もう8日間楽しめちゃうよ、間違いないですね、理由だよね。とんでもないことになってきたこっちな、うん、はい、はいはい。で、今の情報とかをこの後スクールオブロックさんで、もう丸山さんがもうぶっ放してくるってことですね、きっと。はい、打ち込んできます。わ、超聞きたい。はい、でもこの後もね、いろいろ大変だと思いますけど、もう一緒にボカロこの文化楽しんでくる皆さんに最後一言もらっていいでしょうか。はい、ボカロ、ボカコレ、すべてですね、ユーザーの皆さんとクリエイターの皆さんの、主役の、企画となっておりますので、皆さん振るってご参加ください。ね、この最高の文化祭をみんなで盛り上げましょう。草食系男子で20年間セックスしないと。ありがとうございます。あまり悪口言わない。頑張ってください。いらっしゃいませ。人の悪口言わない。頑張ってます。お、ここで速報が来ました。ツイッタートレンド入りとのことです。何がトレンドに入ったんだろうな。懲戒議かな。評価かな、どっちかな、懲戒議かな、はい、上にね、このスライドあるんで、それをうまいことこう使ってとツイートしていただけるとありがたい限りでございます。はい、丸山さんがいろいろと情報をくださいました。ザ・ボーカルドコレクション2022スプリング横山でございました。まだまだいきましょう、はい、続いての企画でございます。次何、こっちミニ四駆たら許さん、ミニ四駆じゃないのかな。はい、続いては歌ってみたコレクション、はい、歌これってまだ流行ってんの。歌これってさ、カラオケじゃん。紹介したら歌いたいね、歌い手たちもたくさんいるはず、うん、はい、歌ってみた系ってですね、いろいろとまたぶっ放していくわけですけども、担当者の方呼ばせていただきましょう。歌ってみたコレクション企画担当の横畑さん、
はい、沢原さんが失礼しました。はい、沢原さん僕ちょっと多分今日何回もね間違えると思います。はい、沢原さんお待たせしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。歌コレの沢畑です。よろしくお願いします。お願いします。すごい白を基調とした綺麗なお家ですね。ありがとうございます、はい、清潔感がすごく画面から伝わってきますけれども、沢田さん今回もだいぶ情報量多いんじゃないでしょうか。たくさんあります。なんかポカコレでまるちゃんからの話でみんなお腹いっぱいになってないか心配なんですけど、はい、歌コレもたっぷり情報がありますのでついてきてください。よろしくお願いします。お願いします。さあ何から今回はお伝えしてくれるんでしょうか。この人、はい、じゃあまず最初スライドこちらですね。ドンどんだって、はい、あの最初からこう概要ですいません煽っといてなんなんですけど、あの前回通りですね、女の人の声聞きやすいな、開催となります。あの今回から見るよという人もいると思うので簡単に説明すると、す上にサイトも出てるんですけれども、歌ってみた最大級の動画投稿祭ということで4月の26から28日木曜日まで、まあ、土平日ですけれどもみんなで頑張っていきましょう。特別な3日間となっております。はい、で今回紹介したいのはですね、次のスライドお願いします。お、はい、キービジュアルが完成しました。 おめでとうございます。ありがとうございます。あのメレさんすごくあの人気な絵師さんに描いていただきまして、とても透明感のある素敵なイラストがですね、上の、はい、今メレさんのツイッター出てるのでそちらもぜひチェックしていただきたいんですけど、歌コレの公式サイトも見ていただくと更新されててそこにドーンと載ってるのでのぜひ行こうと思っていただければ嬉しい。あ、嬉しいです。いっぱいコメントが素敵ですよね。本当にありがとうございます。ちょっとコメントも読む系なんだ。立ってみたの理想の図ですね。もう綺麗メレさんじゃない、メレさん行くまでにね、歌の練習をこう枕に顔を押し付けてあーってやったりするんですよ、ここに来るまでに。すごいな、いいイラストですね。いやもう全くです。最近スマホとかで投稿される人とかもいるので、それも、はい、ぜひ初投稿チャレンジしてほしいなっていう気持ちも込めてこのイラストになりました。素晴らしい。はい、はい、で次のスライドお願いします。はい、早速あの中身のですね話なんですけれども、投稿祭4月26から28のいつっていう時間はお伝えしてなかったと思います。26日日付が変わったらすぐなので、あのボカコレ終わったって思ったら26日にピタッと歌コレになりますので、皆さんちょっと頑張っていっぱい曲を聴くぞという気持ち、投稿するぞという気持ちでやっていただければと思います。で締め切りが、僕はこれの方は多分3時とかかなと思います。万人見ながらこの女の声聞いてさ、やってたら変態だろ。はい、で大会人だよこの野郎。皆さんが歌ってみたコレクション、歌って万人さん見ながらこの女の声聞きながら聞いてやってたら超変態ブースだわ。超変態ブースを一人で放映してるだけだよ。ドアンゴ主導でやらせていただく企画になっているので、携帯から見れないな、権利者様に、都度携帯から見れないから見れない、各々が使用許可をいただく必要が、熱くなってきたわ、申し訳ないんですけどあるんです。これはちょっとあの歌これがあの大きくなるっていうところですごい理解をしていただければなと思うんですが、ただしですね、運営側がちょっとそれもやっぱみんな大変だなというところで、許可をと取ってきたというかいただいてきた。だってこれさ前も出た情報じゃんでしょ、そちらもあと後ほどご説明。出てない情報が俺らしい。第2弾っていうのは出てない情報が知りたい、はい、よろしくお願いします。第1弾で出た情報またさ、はい、振り返すやんってどうすんのこれ、はい、これ見たじゃんってこの画像だって。こちらはですね前回伝えした通りで、トップ100ルーキーグループ、それからボカロ B 部門っていうところで分かれて部門がありますよっていうところなんですけれども、れ次のスライドお願いします。第1弾で見たでしょ、はい、これ、トップ100ですね、タグがなんでまたやってるの、これ時間稼いでる、つか新しい情報を知るために第2弾って言ってんじゃねえのこれ。のあの他のルーキーとかグループとかのタグでもあのジャンル横断なのでそこは集計されるので安心して投稿していただければと思います。で得点が1位から3位の人、前回お伝えしてたのにやる意味ねえだろこれ。総合トップで放映っていうのと腹立ってきたわな、パレスタビジョンで放映ってこれが結構なんかすごい、さっきよりテンポ早いから許すけどさ、パレスタビジョンって分かりますかね、画面が正規になってるのね。これちょっと図を貼っておけばいい。俺が万人の放送見れなくてイライラしてると思ってるわけじゃん。あの数めちゃくちゃ本当に見てねえか。があってでそこで皆さんが投稿していただいた動画のその3位まではあの上がれます。見た情報出してみろまた。第1弾で見た情報をまたぶり返してやってんの。普通逆じゃない？あ
新しい情報俺たち見に来てるのに、ね、前見た情報またやってんだよ、この運営さん、お金かけて。そうなんです、俺たちのプレアカのお金使って、これ怒るでしょ、なんでってなるじゃん、正論じゃん、これ。すごいことですよ、タルヤ。そこでバッチシと流させていただくという企画ですね。おありがたいです。次のスライドお願いします。みどりさんには未来許して、絶対しない。ありえないタグが変わった海ですね。みどりさんだけ未来許さない。2年以内の上位100名の方を、俺だって会ったことないし絡んだことないの。で、得点は同じく1位から3位の方に、お渡しをすることになります。絡んだことないの。ルーキーの定期、2年以内というところの細かい日時とかっていうのはサイトに書いてあるので、ぜひチェックしてから投稿するようにしてください。はい、で次がですね、グループですね。はいはい、歌これ2022春グループのタグロックで投稿をお願いします。基本的には1、2人以上はグループにしてほしいなっていう気持ちはありますが、なんか前回の放送で1人だけど声を使い分けて2人以上にするみたいな、あの話がヨーランさんから あったんですけど、もう一生それで通してくれるんだったらまあいいかなみたいな気持ちもあります。あ、なるほど、人生をかけた選択なわけですね、ここで。そうですね、なので、まあ、それがちょっとこうおじいちゃんになってもそれはきついなみたいな人は無難にお友達と一緒にやっていただけた方がいいかなと思います。なるほど、それぞれ戸籍が別の方と一緒に組んだ方がいいかもしれませんね、これは。極力その方がおすすめしますね。なるほど、ありがとうございます、検討してもらって助かります。ありがとうございます。はい、そしてですね、次のスライドをお願いします。どどん。はい、ボカロP部門のランキング、ボカロPさん決定しました。おお、消すわ、ありがとうございます。はい、次、はい、俺ミラミルと、ヒイラゲマグネタさんに決定をしました。ビキトさんのロキとか少女霊とかジャンルの垣根を超えたいろんな楽曲を発表されてて、まあ、アルバム制作とか海外でも活動されてたり、幅広く活動されているボカロ界隈でも知る人、下知らない人はいらない、いないっていう方ですよね。これもさ、間違いない。ヒラゲマグネタイトさんも、ボカコレの初回で1位を取られてから、もうガンガンこう飛ぶ鳥を倒すと落とすですか、勢いで活動されているお二人方になります。夜ゲームやろうかな、今日苦しいから。大御所、大御所じゃないですか。いや、もう見て、今こっち本当にありがたいんです。ただこのボカロ P とかのやつも前回宣伝したやつをまたやってるから、はい、でもったいないよ、時間1時間。ミッドピー部門ランキングはですね、1時間時間もったいない。真ん中に書かれている5曲のうち、まあ好きなというか合う楽曲を選んで、ね、逆に聞きたい、なんでこれさ前回やったことまたやってる。逆に聞きたいんですよ、これなんで前回これ宣伝したことを第2弾とか言ってまた同じことを繰り返して1時間もかけてやってるんかなという部分がすごい気になるのね。俺がディレクターとかプロデューサーだったらしないもん、こんなこと。だって見てる人さ、離れちゃうじゃん。だミラー禁止だからしないよ。人の、他人のミラーしないよ。うん、長いよ、これさすがにさ。俺、新しい情報が聞きたいんだから。なあ、だから俺、内容が薄いから、もう書いてんの？いや、ちょっとこれはひどいよ。俺、新しい情報が聞きたくてやったんだからさ。今特典、ミキと P が、ミキって誰？ミキと P って誰？ミキっていう人と P、ミキと P がリリースする新曲の歌ってみた動画、最速でアップする権利。なんだよ、アップする権利ってさ。そうなんです、そうなんです。次のスライドお願いします。あら。はい。マグネットアイトさん、この3曲。知らんだ、まだ喋ってる。はあ。はい、これは大変ですよ、これ熾烈な争いになるさんとか、ヒイラゲマグネタイソットさんにも曲を実際聴いていただいて選っていただくので PR にもなります。そっか、もう聴いて間違いなく聞いてこれで後からちょっと時間が迫ってきたんでって言ってね、質問のコーナーとか省いたらマジを切れるから、ビブラートがいつもよりかかっちゃう。質問のコーナー30分は取るべきだよ。ぜひですね、心落ち着けた状態で、こんな一方的にさ、こんなことやります、あんなことやりますって言ってさ思います、言ってるけど、俺が聞きたいのは、なんで今回の入場料を3000にしてね、なんで上げたね、入場料上げた理由をな、感染予防対策のためにお金がかかるからって言ったんだったら、だったらそこで感染予防対策がなくなったら入場料下げるんですかと
還元率はどのぐらいなんですかって聞きたいんだよ。現在それだけは聞きたい。だって我々ユーザーのお客さんがいて成り立つ客なんだから、企業優先って言ってるけど、一人一人のユーザーのお金だろ。こうやって今ニコニコ生放送がさ、ニコニコ運営ができてるっていうのなるので、ユーザー向けの放送にしなきゃダメなんですけど、本当にこうたくさんの曲をOK いただいてるので、と、まあ、注意事項とかサイトを見ながらですね、だこんな放送見られちゃう、俺の放送がつまらんって思われるんだよな。俺の放送がつまらんって思われるんだよ、こういうさミラーね。面白いか面白くないか分からないけど、こんなミラーを延々としてたらね、うちの放送が横山みどりイコールよ、こんな放送ミラーしてる横山みどりがつまらないと思われるのが嫌なんだっつってんだろ。同じことブー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 繰り返してさ、ぐる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 さ、ね、していきますので、いけじゃない、で歌コレの方のツイッターの方でも、まだやってる、公式ツイッターの話ちょっと後でするんですけど、はい、公式ツイッターで最新のこれツイッターみたいな話もしていきますので、悪口が飛び出そうだわ、あと一本、はい、あと一本飲んだら俺悪口が飛び出そうになってる、はい、気になるランキング、喉のここまで飛び出てる、スライドお願いします、うん、はい、27日の水曜日の夜に中間発表を行います。で28日、いやこれで公式報道取り消されたら俺どうしよう、ボカロ P さんの部門以外の最終発表を行います。俺も実際ボカロ P さん聞いてやるみ2号になるわ、悲しみしかしもない。そのボカロ P 部門の優勝者に関してはインフォですね、本当に最終日のインフォ、30日の土曜日の夜で時間をお借りしてそこで発表いたします。なるほど、超インフォだ、はい、インフォで、でまあ、今ちょっとしれっと言っちゃったんですけど、はい、歌ってみたコレクションも生放送をというわけで27、28でやるのが決定いたしました。本当にしれっと言ってきますね、もう沢畑さんもうね、重大情報が多すぎるので難しいですね。重大情報ってもう大じゃん崩壊しますよね。27と28日の夜これで雑談のやつ少なくしたら本当に出せねえよ、支障がないぐらいの時間でこれで雑談のコーナー少なくしやがったら、こちらの機材とマジで切れるだったり、そういうどういう内容になるのかな、出演者は誰なんだろうみたいなところは次回以降の特番だったりで発表させてください、聞きました皆さん、コンパクトにやるって言いましたよ、絶対そんなことないですからね、はい、楽しみにしてます、よろしくお願いします。そして次のスライドお願いします。続いてが、はい、はい、次がですね、次動くかな、パソコン頭ちょっとかな、はいはいはい、あ、よかった、いやもう早くしても、公式ツイッターがオープンをしました、あと歌アンダーバーこれで、おとといにオープンしたサクサク行こうぜこれ、まだフォロワー数少ないです、ぜひフォローサクサクしてほしい、フォローしていただいて、で歌コレの最新情報をゲットしていただいたり、お友達に教えてあげたりしていただけると大変嬉しいです。これはもうね、ボカロとかさ、絵師とかは分かったんで、全フォロワーを見てるので全フォロワー見てるって、このチェックでございます皆さん、大好きなじゃん、今アンダーバーこれでいきましょう、この女の人大好きなんだよきっと、そしてですね、歌ってみた、これ歌ってみたの人多分大好きなんだよこの女、はい、ツイッターにも丸1ってあります、これ丸3まであるんですけれども、丸1ファンなんだよきっと、個人的ベストオブ歌ってみた動画をツイッターで大募集、全部見てる、なんかもうあの時の1曲みたいなのをニコ生とか見てないかな、ベスト3でも9でもいいんですけれども、はい、ベストオブ歌ってみた動画っていう風なのぜひ教えてください。で、期間はですね、歌これ年2回やりたいなと思っているので、まあ、そのやりたいなっていうのもこの盛り上がりにかかっているのでぜひ皆さん盛り上げてほしいんですけど、で、まあ、期間は設定してないんですが、4月28日木曜日の3時までに投稿していただいた分の一部は生放送でご紹介できますので、ぜひこちら投稿していただければと思います。見てねえよ、で、次のスライドお願いします。はい、まだまだ募集したいので、だってこのミラーごめんつまらん、もしかしてじゃあリスナーさんの、俺リスナーさん優先なんだけど、このミラーってつまらないですか、誰ももしかしてこの説明聞いてないんじゃないの、今思ったけど、今一生懸命この運営さんが説明してるんだけど、誰一人バジ東風で聞いてないんじゃないの、もしかして何にも、はい、なぜこちらもですね、2つのなんかそんな気がしてきた、誰もこれのさ、今コメント見てるけど、誰一人
楽しみだなとかっていうコメントないんだもん、はい、すごい沢畑今急いで喋ってるぐらい忙しいような感じではあるんですけれども、あのもっと大丈夫、逆にマンミラ師匠、マンミラ官房長官ミラ師匠大きいんだけど、やってくれ、でもこれこの人ね、ぜひ歌これにも届けてほしいなと思います。ダメだから、あの企画アイデアをぜひツイッターに投稿していただけますと、頭痛くなってきた。までに投稿していただいた分は頑張って実施を検討しますので、これもうだって検討した結果ごめんなさいしちゃうものもあるかもしれないですけど、あのいいよ、バンされたくないと思いますので、これはバンされるから嫌だよ、力をお借りね、本当はねこっちの方がいいかもしれない、バンされるからさ、ミラーさん、まだいけるんですね、はい、リスナーが求めてる方がそっちだけどバンされる、俺ね肖像権バン怖いからっていうところでですね、飛ぶ鳥を倒せるから、ね、やっと倒します。自主的に働く人は止めらんないですからね、ですよ、すごいことになってますけども、はい、この笑顔をね皆さんの力でね、もう泣かせるぐらいの勢いで楽しませてもらいましょう、我々も、はい、よろしくお願いします。伝えるべきことを伝えられましたか、サマトさん。はい、発表は以上になります。田村亮子に、はい、悪口じゃないけど、ね、せっかくなので田村亮子さんに、なんか今後の情報とかっていうのはどうやって知っていけばいいとかってありますか。はい、3月の28日のミニ四駆来ないで特番で軽く、時間をお借りしているので、そちらで、発表していったりですとか、次回の発表特番でも、はい、発表します。ただですね、そこの特番ってやっぱりこう谷亮映像見なきゃいけないけど大変、全然悪いじゃん、俺褒めてる、公式ツイッターが最新の情報のところになりますので、ぜひツイッターのチェックをお願いしたいと思います。痩せた親方でそれは悪口、ツイッターだったり、それはとんでもない悪口、いろんな情報は僕はこれ特番だったり、痩せた親方ってそれとんでもない悪口だよ、あるんじゃない、俺は思ってないからな、はい、コメントします、こちらドン、そうですね、そんな同じようなことしか書いてないですけど、発言を楽しみにしてくださいって、はい、ありがとうございました、恐ろしいですよ、まだあるかっていうのがね、ここで、はい、飛び出しました、楽しみにしてます、はい、ありがとう、でも綺麗な人ですよ、沢田さん、一緒に楽しんでくれる皆さんに最後メッセージもらってよろしいでしょうか。はい、前回はですね、本当に沢田を倒す勢いでいっぱい投稿してくださいって言ったんですけれども、まずそもそもこのイベントが知って広がってもらわないと、あ、こんなもんかって私もなってしまうのでまずは皆さん友達とかに広めていただいて、ツイッターもフォローしていただいてですね、で総力戦で来ていただければと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。はい、沢田さんありがとうございました、引き続き頑張ってください。次、以上歌ってみたコレクションからの情報でした。ミニ四駆出さないで、さあどんどん行きましょう。バンさん、フーさん、体力まだ大丈夫ですか。大丈夫ですよ、1時間経ってるよ、歌だけで1時間経ってる同じこと言わないで、まだ台本100ページいってないっすよ、はい、だってさ、前回やったことじゃん、これ。続いての企画こちらです、ドン、またこれ、どうしてみた、はい、こちら超ストリートピアノニコニコ大学校にやったよね、これ前回お届けです。僕から紹介していきます。まずスライドこちらです、ドン、ニコニコ大合奏の追加情報。前回の特番ですね、前回の特番で演奏参加募集の告知行いましたところ、なんと現状で100名を超える応募があったそうです。参加表明感謝です。100名、ちょっとすごいっすよね、すごいっすね、なんかこれちょっとごめんなさいな、はい、まだちゃんと決まってないんでごめんなさいなんですけど、いや超配信者やってないよ、前回ね何やるか分かりませんで終わって、100名を超える応募の皆さんがもしかしたらステージに上げられないかもしれない、まあ、ソーシャルディスタンス的に考えるとステージ全員上がるの大変だって、うちの暗黒リスナーが全部さ、万人の放送に逃げたの、この放送ミラーした許せねえよ、はっきり言ってさ、取られて、ね、あまりにもこの放送がつまらんからっつってリスナーのほとんどがあっちに逃げたの、その辺の情報も待ってれば大丈夫ですかね、そうですね、はい、ではまた、どうせ今見てねえけどさ、ね、そしてボールでも乗りながらさ、腰でも振ってんだろう、どうせ見てねえけどさ、振り返りとして生放送いたします、興味がねえ、映像でも大迫力ですんで、ぜひこれを見てですね、現地に足を運んでもらえると嬉しいです。どんどんいきましょう。続きましてですが、はい、こちらで、ここにいるのはガチリスナー、ここにいるのはガチのリスナーさんだよ、超ストリートピアノ、はい、こちらの新情報になります。音消して見るわけねえだろ。こちらのブースにヤマハさんのラブピアノが設置されるということを前回お伝えしました。つか、早くこれ雑談系が聞きたいの、どんなデザインされたデザイナーさん、はい、チョコムーさんという方なんですけども、今回この方ブースを装飾するキービジュアル書き下ろしてくださったそうです。では発表いたします。こちら、だって同じことやってんだよこれずっと。はい、やってまいりました。俺はっきり言っていいイラストを描いてください、ね、同じことやってるんだもん、だって、なんていうか
モチーフにしてブースが何ていうかデザインされていく感じですね、うんうん、おこれコメントも減るわ、はい、おしゃれの中にもニコニコらしさが、はい、うん、見えますけれども多分映えスポットになると思うんですよね、うん、ああなるほど、うん、どんなブースの装飾になるか楽しみでございます。期待させていただきます。こちらのデザインを使用した不織布バッグをなんとブースにて配布することが決定と。これバンさん本当ですか。これなんか展示会とかに行くとなんかお土産でもらえるバッグあるじゃないですか、ああいう感じです。結構大きいバッグらしいので、はい、なんか町会議でゲットしたいろんなものを入れるのにぜひ活用いただけると、あこれなくなり次第終了と書いてあるんで欲しい方は早めに。もうこれも俺もねイライラしてきた。ありがとうございます。そして続いてのスライドいきましょう、うん、こちら1時間にこれ予約まで取って1時間これなのかって追加の演奏者が決定でございます。ねえストリートライブなのになんで演奏者なの。この人だだどんゆゆうた、出たもうストリートピアノとゆゆうたとモコーだろ。どっちかって言ったらストリートだったさ、そうですね、もうゆゆうたさんかモコーさん出せるな。ストリートピアノなんでフラッと来てフラッと弾くのかどうなのか、なんかまだその辺の情報は全然ないんですけれども。いやわかるよ、ごめんな、俺もこんな風になると思わんかった、ね、俺新規の情報が出てくると思って、であと今回見てたけど生放送もやることは決定して、このストリートピアノについて生放送でも聞けるようにはなっているので、はい、幕張まで来れないよっていう方もご安心いただきたいと思います。おーもうすごいことになっておりますので、まあ、素敵なイラストを使ったね装飾されたブースで演奏される何が弾かれるのかみたいなところも要チェックでございます。お二人の演奏を期待しております。以上が超演奏行きたいな。マンチラ官房長官のこと言ってこいよ、だったら、はい、などんどん行きますよ。マンチラ官房長官の、ね、放送見てこいよだったら。続いての企画です、こちら実況、あ超配信者、あやっと来たか、やっと来たわ、はい、皆さんにお伝えさせていただきます。スライド行きましょう、こちらです、ドン。今年もやります5夜連続公式生放送、はい、このようになっております。超配信者ではニコニコ超会議2022開催期間中、毎回一つの配信ジャンルをテーマに掲げて5夜連続公式放送、こちらをお届けしてまいります。はい、公式常連の配信者さんよりは、まあ、初めて見るぜという方々もいるんじゃないでしょうか。はい、結構ですね、もう最近ブイブイ言わせてる配信者の方々も並んでおります。人気アイドルグループのメンバーになった、まあ、ジョナさんねおられますし、歌枠をされるみたいですね。はい、そして外配信、はい、サンジさん、はい、楽しみにしております。あ、おや4月26日22時から雑談枠に、え、よく見知った顔も並んでますねこれなんか人が多すぎて名前が読めないですけどね、まあでも皆さんは多分あってなる メンバーだと思います。どんな話が飛び出すんでしょうね。いやもしかしたら裏で文句とか言ってんのかな言ってるよ、かな、はい、よく分かってますけれども、はい、いろんな方々がね来てくださるそうです。楽しみにしておいてください。はい、続いてのスライドに移らせてください。こちらです、ドン。5日間連続ネット配信しようという企画でございます。公式生放送と同じく5夜連続でニコニコ生放送を配信すると、もれなくユーザーページにバッジをデジタル付与させていただきます。どんな配信やろうかなと困ったら公式生放送を真似して、まあ、寝配信、歌枠、外配信、雑談、とつまち、まあ、5つのジャンルやってみてもいいんじゃないでしょうか。もしかしてこれ終わり、はい、これ持ってる方はね、つわものでございます。もしかして、で続きましてのスライドいきましょう、こちらです。まだあるでしょ、リアル会場で外配信しよう。超配信者企画では町会議で外配信企画をしたい生放送者さん、皆さん募集しております。現在募集中なんですが、サイトには一部の当選者の掲載を始めておりますので、早い段階でチェック、参加のほどよろしくお願いいたします。はい、上からのリンクで、ね、まだ募集、ここから、OK、はい、遊びに来ていただけると幸いです。これ配信者の人といったところで、今回お伝えできる超配信者ブースの情報、はい、以上となります。結構これ情報ね、てんやわんやしてるみたいでございますので、はい、はい、いろいろとまたね今後も何か発表があるかもしれません。はい、では続いて、右の帽子かぶった太った人は意見ない、もうすでに押してんすよ、うん、大変なんですよ、押してるってさっきの、はい、テンポ早い感じになっておりますけれども、人が長かったから。続きましての情報もいきます。続きましての企画はこちらです、ドン。超遊戯、はい、こちらの企画は発表会から2回目の発表ですね。どんな情報が飛び出すのかいきましょう。まずは雑談配信者の告知、超遊戯の出演者情報、はい、タケちゃんとコッシーと JJ が、はい、この
番組をうまいこと回してくれるんじゃないでしょうか。番組かな、イベント歌のせいなの、はい、うまいことやってくれるはずです。どんな扱いなの、遊び方を彼らが教えてくれるそうなので、どんな扱いなの、聞いてあげてください。彼らはチヤホヤされると喜びます。続きましてのチケット情報です。こちらドン、チケットの、まあいいや、もういいよ、うん、まあ、星屑ジェットさんがやったから、じゃあこれ出す、こっち出すわ。星屑ジェットさんが、まあ、のが まとめてくれたからやるけど、ですね、雑談のニコニコ、これ、あれですよ。まず、町会議の特番なんですけど、第1弾、このぜい肉ちゃんというですね、女の人が、寝配信やるそうです。前回誰だったか、前回、ハイパーマホだったかな、その前が野田で、前回ハイパーマホだったかもしれんけど、このぜい肉っていう女の人が、22時から寝配信。寝配信ってはただ寝るだけです。はい。寝るだけ。で、この方は確かね、ペヤングを食って、ケレーイとか言って、なんかやってた人ですね。ピンクの椅子に座って、見たことないですけど。はい。このぜい肉ちゃんというですね、人。ね、ダイエットしたいよとか言ってる、この人がやるそうです。見たことありません。はい、わからん。俺もよくわかんない、うん。おっぱい出しながら寝るわけないだろ。ね、でも何らかしらやるんじゃない？ただ寝るだけではないでしょ。はい、HM はカットして逃げた。え、HM なくなったっけ？あ、そうか、HM はなくなったんだっけか。この人 FC2 配信者なの？贅肉さんって？俺知らないんだよ、だから。わかんないんです。あんまり見たことないんで、うん、寝るだけなの？なくなったって、そっちの意味は企画がなくなったという意味ね、うん、次で次がですね、こちらの24日キラな読めないジョナさんという人と、ジョナさんっていうアイドルの人が MC で、で、ガンタンユノンと、ね、おのろけ小池桃子とね、まあ今、小池桃さん、で、ユバニャンさん、で、小畑ともみさんっていうのが、なんか、歌枠、歌ってみたっていう歌枠をやるそうです。はい。女だらけで男はいません。まあ男の歌い手さんいないけどね。小池桃って、いや、オノマチかどうかわからんよ。オノマチック天国かどうかわからんよ。な、このメンバーでもさ、ここにだけ協力、ジョイサウンドがスポンサーでついてる、うん。協力で。ジョイサウンドがスポンサーでついてる。うん、まあ、多分歌でも歌うんじゃない、気持ちよさそうに、はい。プロがいるんだ。俺、詳しくは、俺の知ってる人っていうのは、まあ、ジョナさんと、ユノンさんと、まあ、あれ知ってるか、うん、ある程度わかるか。はい。で、次。この上。この人だけ単独なんですよ。なんか知らんけど、この男だけ単独。うん。ね、15時から、外配信。なあ。この人って外配信普段やる人なの？ゲルゲさんは、いや、出ないよ、ゲルゲさんは。ね、このなんか、赤いふん、ね、正月に50万ぶん投げられて、赤いふんどしして、ゆっくらせ、ゆっくらせって言って、餅つき、ね、上半身裸で餅をついたこの男が、外配信するらしいです。はい。ただし、ここの放送で、絶対に、ね、脱税だとか、確定申告だとか、そういったコメントを書くと、カチッカチッカチッって言って、変な音が鳴って、無言で NG にぶっ込まれるんで、お気をつけください。うん。そのコメントだけはタブーなんで。はい。そうなの？うん、そうだよ。なんか甲高い声で、そうなの？って言って、言いながら、ね、なんでちゃかんの、なんとかたってね、米読みツール、米読みの音だけが、なんとかかんとか、わーわーわーとか、謎のね、やりながら。で、朝っぱらからね、ラーメン食って、インスタントラーメン食って、その時だけはなぜかメガネを外して、メガネが曇っちゃうもんだからメガネを外して、フシッフシッフシッってね、ラーメン食ってるだけの放送ですけど、らしいですよ。はい。見たこともないけど。
次。で、これが、雑談公式。ね。司会は横山みどり。で、ゲストが加藤純一。で、とろみ。とろみさん。ちょっと待って、顔がなんか変わってない？あれ？こんな感じだったっけ？こんな感じだったっけ？とろみさんの顔って。ほら。まあ、ゆきちゃん。ね？ゆきちゃん。まあ、高尾山で。ね、なんか、満月見に行ってた人ですね。で、これ、のどか、なんて書いてある？のどかさん？ちょっと出演者が多くてわかんない。のどかさん、のどかきさんっていうの？と、ねむこさん。ほんで、ラスっていうの？なんか、頭文字だけがね、ビッグ文字だから、ラスさん。で、イノシシっていうちょっとちょいハゲの人と、で、これ、すなちゃんっていうの？すなちゃんと、あと、やぶ。ゆむ。これ、男のイケメン系なのかな？え、配信してないの？ゆきちゃんって。え、ニコ生が好きな雑談系が集まったと思うんだけど。うん、タイトル、加藤純一、とろみ、横山みどり、ゆきちゃんの超配信者雑談公式生放送っていうタイトルでやります。はい、みんな知ってるの？有名な人なの？ここら辺。うん、俺は、この、知ってるのは、イノシシっていう人と、ネムコと、ヤブ。まあ、ここら辺は全部知ってるけどね。まあ、ユキとは会ったことないけど、トロミさんと、カスさんと、加藤純一くんと、まあ、僕で、うんね。あ、トロミもゲストなんだ。ああ。え、配信やってんじゃないの？ユキちゃんって。わかんないよ。うん、ああ他の女の配信者の人に声かけたかもしれんけど、多分、この男が出るっていうことで、多分 NG 食らったじゃないかなと推測される。これ、勝手な僕の思いだけど、おそらく、ね、レッドキャットとか、ね、そのレッドキャットのね、シスターとかに声かけたかもしれんけど、多分この男が、ちょっといろいろと、あれかもしれん、そのゲームあるかもしれんよ。うん。ね。うんね、マナ NG かもしれんけど、わかりません、はい。でもこれは何やるか全然まだ、何にもまだ本当に聞いてない。うん、何にも聞いてないんだけど、すみません。大石正義さんは出ません。でも大石さん、なんか、僕の話題してくれたらしいって、なんか情報が来てたよ。ね。ごめんなさいね、大石さん。セラミカルさんと間違えて声かけちゃって、すみませんでした。ね、大石正義さんとセラミカルさんの顔がそっくりだったから、セラミカルとは一回会ったことあるから、おうとか言って、慣れ慣れしく声かけ、ね、おう久しぶりとか言って声かけたけど、初めましてって聞いて、ちょっと、すいませんでした、はいね。でもめっちゃいい人だった、大石正義さん。これ別にこびるわけでもなく、マジで成人だった。本当にいい人っているんだなって、わかるぐらい、悪のオーラがないの。うん、あんな、なかなかね、ああいう人、素晴らしい人格の人いないなと思って。尊敬してます。はい。ね。でも、出してくださいって言ってるけど、無理ですってなったらね。はい。じゃあ次行きます。でも、時川のさ、単独外配信ってさ、何をするの？うん、俺、それが気になるけどね。うん、ここら辺の。でもこれ終わり、え、待って。これ帰れなくない？終電、だって22時からってことでしょ？俺、帰れないよ、終電。これ。今見たけど。22時からじゃん。うん。ない。マジで。いや、歩いて帰らないよ。ちなみに今回のメンツは、もう一回言うぞ、今来た人に。僕が確定したんじゃないですからね。僕が、あ、じゃあ、ね、リストをね、じゃあ、みどりさん、すいませんが、出したい人のリストを送ってくださいって言って、僕が、じゃあ、この子とこの子とこの子とこの子で、っていうことで、そうやったわけじゃないから。うん。そこだけは本当にちょっと違うんで。
はい。本当だってあんまり暗黒と関わったことない人が多いじゃん、どっちかというと。あんまり暗黒色のない人たちの方が多いから、ね、だから、こういう感じにしたんですよ。うん、そんなに暗黒の匂いのする人とか、混じってないでしょ、大体が。何人演じるか知らない。そんなさすがに教えてくれないでしょ。この人はダメでしたとか言わないでしょ。うん、お前村誠イノシシを間違え、え？俺がこの顔を村誠さんと間違えて選択して、そうしたらこいつが来たってこと？イノシシが。そんな大間違い犯す？俺。ねえ。俺そんな大間違いを犯すほどバカなの？さすがにそれはないでしょ。これ村誠さんと勘違いしてイノシシの方、ネズミとイノシシ間違えるほど俺ちょっとボケてないと思うんですけど。はい。でもね、加藤は多分これ何のことかさっぱり、絶対分かってないから。うん。加藤純一は多分何のことかさっぱり分からずに、ね、多分、来てくれるんだと思います。はい。次。ああ。星屑のあれ見ればいいか。ほんで、ここ。え？どれだ？この上が女だらけの凸町村真子堀田みなみやみんやるみちゃんリーコの超と配信者凸町公式生放送ということで、まあこのね女王ねニコ生のね自称ニコ生の女帝が MC ということで、はい、仕切るそうですよ。で、まあね、堀田みなみさん。ね、まあ、堀田先生ですよね。まあ、堀田さんのことは僕はもう言いません。で、ヤミンさん。はい、ヤミンさん。で、ヤルミ。そして、リーコ。ね、前回、まあ、その雑談講師の番組、雑談に来ていた子がここにスライドしたという感じかな。はい。でも、凸町俺もやりたかったな。凸町でもよかったけどね。まあ、でも雑談来たから。でも、凸町ってさ、まあ、そのね、切るタイミング、だら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 と長くってもリスナーイラつくから、まあ、切るタイミングだよね。そこが大事だと思います。うん、ギスギスしそう。ここなんか終わったとギスギス。特に、このね、この LINE グループ、ね、ここの、関東、福岡 LINE グループがちょっとなんか、後でなんか悪口とか言いそうじゃない？まあ、これ僕の勝手な予想ね。あと、配信終わった直後に、いきなりね、外配信とかし始めて、もう何なのとか言ってさ、言って、うん、ディスりそう。いろいろと。ね、え？これ？違う、これも持ってるんだよ、多分。持ってると思う。でもこれなんか、一悶着ありそうで、まあ、個性の強いメンバーで面白そうだなと思いました。はい。ね。以上。つか、もう、僕ね、まあ、これがね、今回、町会議の、やつかな。町会議の企画らしいです。はい。ですね。え？何これ？これ、ただいま、お帰り。これ誰？アイコラだろ？これ作ったやつ。ねえ、何これ？なんで、星屑ジェットさん8分前にこれ貼ったの？何これ？俺も知らないけど。ただいま、お帰りってどういうことなの？いきなり、ブルーバックになったよ。NHK 超突撃ブースだって。はぁ。なんすか、これ。ちょっとびっくりなんだけど。何この NHK 超突撃ブースって。何この NHK 超突撃、俺も今知ったわ。立花さんは2日間いるんだって。
立花隆スペシャルトークショー。何スペシャルトークショーって。2022。つか俺がいないんだけど。でこれガチガチ系のやつなの。ガチガチ系のやつなのかなこれ、うん。無料配布。NHK 撃退シール無料配布中。ほんでアプリ作るそうです今回。アプリ。なんかこの NHK をぶっ壊すアプリを今開発してて、それをこれを押すとねね帰ってください、立花さんの声で。すぐに直ちに帰りなさいとかね、 NHK をぶっ壊すとか、そういったねセリフが流れるアプリを開発してるそうです。はい、ね、何するんだこれ、ね、全然内容がまだ分かんない。スペシャルゲストのトークショーって。他党のブ、え？他党のブースで殴り込みって。こんぐらいですか。いいですねこの感じ、ねでもなんか磁石祭も町会議になんていうか釣られて伸びたんですね期間。おもういいでしょ2段は。もうこれミラー大丈夫、もうメインが終わったから。まだこのミラー聞きたい、この特番ミラーってもういらん、どうするこれ。まだやってるけど、これもう雑談のやつ終わっちゃったから。動画もね送っていただいて本当ありがとうございます。あのホームページにあと38日って書いてあって、はい、だからそっちの方がドキッとしてじゃあいいか、うん、よいしょ、じゃあ終わろうかな、うん、もうある程度雑談系終わったから。だってみんなさ何見るかね分かんないし、うん、暑い、うん、あ、ズームか。ズームやろ、行った方がいいか。じゃあ、ズームに参加してみようかな。忘れた。もうミラーはしないんだな。ズームできるはずだから。ズームはこれか。ズーム。ちょっと教えて、ズーム。わかんないんだよな、まだ。詳しく、あんまり使わないから、なんか。ビデオ付きで参加でいいんかな、これ。ビデオ付きで参加。コンピュータでオーディオビス。これはこれどっちだ。ともにスライドが送られてきました。皆さん、こちらの応援もよろしくお願いします。うるさいんだけど音が。はい。ではどんどん情報に戻らせていただきますが、はい、じゃあ一回これ後ほど回収しててください。続いての企画はこちら。はい。うるさい。超クイズ。ですね。自社の災害を目指すネットを出したニュートラルなクイズ大会。あ、はい。ホストがあなたをミュートしてる。私の方からまたスライドを読ませていただきましょう。ホストがあなたをミュートしてる。開催日時等々からです。こちらです。ドン。音下げ。日時としては4月29日。これ音どうやって下げるのこれ、はい。ご覧の通りです。音下げたいんだけど、音が下がらん。書いてあります。音どうやって下げるの、あれ、クイズノックの皆さんの名前が書いてありますね。音下げたいんだけど。なっております。はい。これは、もしかして、VTR があるんですか？音下げ方教えてよ、これ。そうです。VTR 見せていただきましょう。お願いします。みんなミュートされてんの？危ないです。山本です。大好きな世界です。4月22日。右下ないよ。右下これ退出。開催されるニコニコ超会議に、左下の、参加させていただくことになりました。これでどうすんの？うるさいんだけど。ありがとうございます。これマジうるさいから。どうやって下げんのこれ。ないんだけど。超クイズというクイズイベントを行います。どうぞ。パソコンの音を下げればいいか。あ、天才。天才がいますよ。
パソコンの音を下げればいいだろうという天才がいた。これでいい。これで聞こえないよね。みんなの声。天才がいた。これで聞こえた。クイズノックが作る確率形式の問題で全参加者の1位を決めたいと思います。パソコンの音下げたら聞こえなかった。ほんで質問のコーナーで、はいってもう手挙げるから、まあね、はいって手挙げるから、でも他の人は映像出てんじゃん、これ。ちょっと待って、他の人は映像出てんだけど、なんで俺だけ映像でなくされてんの？他のみんなは映像出てんじゃん、こうやって。なんで俺だけ映像 NG されてんの？そうしたら。理由がわからん。超クイズでお会いしましょう。さよなら。ビデオの開始をしてもさ。すごいメッセージくださったクイズノックの皆さんが今回書き下ろしてくださるらしいので、はい、そしてナンバーワンを決める戦いが俺が急にさ、はあ面白そう、ね、シコルスキーすると思ってるのかな、だってビデオの解説をしてもさ、ビデオできないんですけど、ビデオできないんですけど、熱意を持って、いろいろ考えてるんですけど、シンプルにいこうということで、まあ分かりやすいシンプルにあのクイズをやろうという企画になってます。意外と最近ね、なんかこう、コネコネして、クイズに楽しめないっていう企画が多い中、あえてシンプルにしていこうということでね。カメラアイコンやオンにできないんだよね。ネットからも参加できるっていう形になってるんで、これが出てくる、ビデオカメラも起動できません。これでね、続報ビデオカメラを起動できませんので、以上超クイズからのお知らせでございました。さあどんどんいきますよ。続いての企画はオンにしないできないよ、これ出てんじゃん、これビデオカメラマニアフェスタボリューム6あとニコニコ超会議2022、はい、こちらはバンさんから、はい、じゃあ僕の方からお伝えさせていただきます。お願いします。マニアフェスタ、じゃあスライドをご覧ください。はい、さまざまなマニア研究者専門店が集まる展示即売会、これですね、僕がすごく好きなイベントで、あの、なんかニコニコっぽいなぁ。ニコ生でカメラ、あ、ニコ生でカメラ使ってるからか。じゃあ一回配信切らんといかん。じゃあちょっと一回俺切るわ。切って、配信会でちょっと、これだけ言われても何なのって思うところがあると思うんで、配信会でご覧ください。ニコ生でカメラ使ってるからできないらしい。配信でいただいて、なんとなく空気を感じていただきたい。もうあれだよね。なんで一回終わりましたそうです、そうです。最高ですね。あの、もうちょっと言うと、あの、まあ、スマホか。この知らない天才君。スマホっていう作戦があった。人たち。頭いいね、はい、暗黒リスナーさん。で、もうちょっと詳しく紹介すると、例えばこんな。そうしよう。スライドをめくって。はい。あ、わ、気になった。こんな感じで、ほら、気になるのあるでしょ？めちゃくちゃ気になる。イベントガクタンマニアとめちゃくちゃ気になりますよね。うわぁ、実は体脂肪を減らすシールなんじゃそりゃ。しかも、なんでフェンスに貼ってるんだろうね。もうなんかそういうところが一個一個気になる。参加できなくてダメだ。うわぁ、面白い。で、この中でもうちょっとクローズアップするとこんなのがあります。食べ方マニア。もう崎陽軒のシウマイ弁当は必ず食べます。まあまあ、もう結構メジャーな弁当ですもんね、これもう。そうですね。それともどの順で食べるのか。なるほど。食べ方あるんですか？どういう順番で食べるか。でね、これ、はい、この方、実は今日つないでおります。スマホで入っちゃっていいじゃん。ちょっと短い時間の中なんですが、どんなことをやってる方なのかっていうのをちょっとご紹介したい。ああ、ちょっと興味はありますよ。はい。好き強ですね。ちょっと、ごめんなさいね。短い時間なんで、はい、早口とかになっちゃうかもしれないですけど、じゃあ大丈夫ですか？アップデートしようだって。ちょっとご紹介をいただきたいと思います。よろしくお願いします。大統領の話を。アップデートしようって言ってくれてる。こんにちは。こんにちは。食べ方マニアです。アップデートしてください。お名前伺ってもよろしいでしょうか？はい。お名前伺ってもよろしいでしょうか？食べ方学会の市島と言います。石島さん、よろしくお願いします。はい。はい。特に出てたように、崎陽軒のシウマイ弁当の食べる順番、あの、シウマイ弁当の食べる順番を研究してます。もういろんな人に聞きまくってるという、で、やってます。皆さん、シウマイ弁当好きですよね。大好きですよ。ですよね。あ、やっぱりそうですよね。もう東海道新幹線の食べる。食べます。今日食べた人もいる。食べ方って何すか、ちょっとこれ。食べ方ってシウマイ弁当を食べ、これシウマイ弁当の食べる順番の同人誌を今4冊まで作ってたと。情報が多い。同人誌があってもう4冊あってって、それはいろんな人の食べ方を収録しているってことなんですか？そうです、そうです。なるほど。シウマイ弁当を食べるときってやっぱり、シウマイから行くのか、ご飯から行くのか、あんずどうするってすごい議論になるじゃないですか。なりますね。いつ食べるかは結構ね。あんずはね、いつ食べるか本当に迷います。で。それをちゃんとまとめないといけないと思ったんですよ。絶対発表したりとか、
ってるんですけど、ちゃんとまとまってないんで、それをいろんな人に聞いた本です。なるほど、やっぱ気になるものは、やっぱそのままにしちゃダメですね。突き詰めないと。ちなみにこの表紙を僕がこの本作る前の食べる順番で、はい、あ、できたできた、入れた入れた、これで入れたか多分。これで入れたはず、おそらく。向こう俺映ってるかな。あ、映ってる映ってる。ここに映ってたわ。ここに映って、ここにいたわ。ここにいるから、多分これで出番が来たら出るはずだわ。うん、こんな狭いところにポツンと映ってたから、ね。他に誰がいるのこれ。なんかライブチャットやってるみたい。なんかライブ何人いるの今これ。絶対スルーさせないよ。まだミュート、まだね、全員ミュート外れないから、まだ全員ミュート外れないからさ。あくびしてる、めっちゃあくびしてる。つまらなさそうにこの人。見られてると思ってないんだろうね。めっちゃあくびしてる、うん。はあ、どんな人がいるかなと思ってさ見てんの、うん。俺ライバル、この人当てられそうだな。なんかライバルだわ俺の、うん。いや、チンポ出した瞬間に終わるだろ。さすがにポコチン出した瞬間に俺 A 番食らうでしょ。え、つうかこの人選ばれてない？あ、消えちゃった。あ、いろんな人がいるじゃん。じゃあ俺も自分の分時だけやろう。許されないでしょ。全画面終了にして自分の分立ってるわ。ちょっと音聞こえないからさ、向こうの配信タイミングがあったら教えてね。タイミングがあったら教えてね。向こうの音もちょっと大きくしないと分かんないわこれ。うるさいこれ。今来た？はい。はい。ミュート外れないんだもん、待って。ホストがミュートしてるって書かれてるのに、ミュート外れないんだってまだ。はい、待ってじゃない。まだだよ、まだまだ始まってんじゃん。ただのバカじゃないかこれじゃ。いや、まだ始まってなかった。ちょっとトイレ行ってきて、トイレ行きたい。だって今まだ宣伝してんじゃん。ちょっとトイレ行ってくる。おトイレ、ちょっとこんなジュース飲んだらトイレ行きたくなっちゃう。これ飲んだらちょっと発車してくるわ。待ってて。開いてて。
入場料3000円？え、どこ、何見えないんだよ。大仏、あ、興味ない。うん、音上げろ。何の音？大仏興味ないって言ってんじゃん。だってつまらないじゃん彼って。で、誰かがつまらないと面白くできないコンテンツの人は見る価値ないの、うん、だから俺何も彼に対して関心がないんでごめんなさい、うん、関心がないの。そもそも悪口言われてもふーんのレベルで、うん、悪口言ってんの。あ、それしかな、多分ネタがないんじゃないの、うん、かわいそうだよね。それしかネタがない人って本当にかわいそう、うん、でもやってなくない？今やってんの？あの彼らって。まだやってんの？ねえ。うん、だって、しゃべる、いや、あおるというか、つまらないじゃん、普通に。ねえ、小池桃の所詮おまけじゃん。小池桃の所詮おまけのお前は、小池がいなかったら成り立つことができなかったんだよ。で、結局自分の一人の力じゃ何もできなくて、ね、はしゃぎでやってるけど、で、今も慣れ合ってるだけじゃん。うん。どうしようもないよ、お前は。な、で、おまけには興味ないの。ね、自分が主人公じゃなくておまけには興味がないの。単純にただのおまけね。おまけがたまたまね、ふわっち芸やってるから今パーって伸びてるだけ、うん、そこら辺をね、自分の勘違いしてるんだから。で、別れた女のこといつまでもネチ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 悪口言っちゃってさ、みっともない。だから近づく女性の人気をつけて。彼は付き合ってる時は優しいかもしれんけど、別れたらネチ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 と一生言われる続けるんだよ。下着まで売ろうとして。ね。ね、別れた女の下着を餌にビッグニートとか呼んでさ、気持ち悪いじゃん。単純に。うん？気持ち悪い。うん。所詮、ね、小池、ね、小野町子がね、小池がいなかったらお前なんて存在せんかった人間だよ。だから、ね、親方と一緒にラブホテルに行って、ね、パックンチョしたくせには、な、何が大仏、小仏だわ、お前なんか。うん、大仏っていう、大っていう名前つけてるやつほど小物だから。な。うん。ねえ、じゃあなんで親方とさ、ねえ、ホテルに行ったの？ねえ、教えてよ、そこ。ねえ、本当に好きなんだったら、ねえ、小池じゃなくて、親方とは何だったの、お前。な。ねえ、その、そこで言われると濁すんだよ、あいつ。な。小仏、小物がよ、ねえ、暗黒24時間ウォーキングではさ、大仏の覆面かぶって頑張って歩いて金梅さんと大喧嘩してね、しょうもないよお前本当に。いや、酔ってないっつうかさ、まだやってんのってレベル。え、まだそのね、別れた女の芸やってんの？かわいそうじゃん、うん、いつまでもいつまでも。だから俺、もうそれぐらいで、もうあと興味ないんで、ご自由になり合ってください。ご自由にしてください。こうせ、あ、そう、俺、こんな、小物よりも、こっちの方がメインだから。じゃ、まだ凸じゃないでしょ、うん、手のマークを押せ。え、そんなのあるの？どこにあるの？え、追い出されたんだけど。ちょっと待って。あれ？手のマークってどこ？まだないですよ。え、バンするの？うわ。え、バンするっつってんの？ねえ、何？あいつ、何？俺、バンするとか言ってんの？誰が言ってんの、そんなこと。やば。それやってくるんだ。じゃあもう話題出せないわ、うん、あ、もういいよいいよ、バンするってちょっとやばいから、そうしたら、うん、話題出せなくなっちゃうわ、うん、やばいね。自分が悪口言ってきて俺が言い返したらバンするっつってんの、やばすぎるやろ、
自分が悪口言って俺だって向こうの悪口一切出してなかったんだけど、うん、向こうから悪口言ってるって情報が飛んできたから言い返したらじゃあ言ったとか言ってバンするってさ、やばすぎるんだろそれは、うん、俺何にも言ってねえじゃんだって、うん、何にも言ってないじゃん、向こうから言ったって情報が来たから俺言い返しただけじゃん、うん、やばいね、まあ、ずっと悪口が好きなんだろうね、所詮ね、まあ、まあもうこれ以上言わないわ、うん、いや煽っとけばいいじゃん、相手してないから、そもそも相手する価値がないの、うん、そもそも相手する価値がないんでやめてだから、うん、話題に出すだけ損する、損しかねえわ、うん、しかも俺今酒が入ってるからさ、え、追い出されてる、え、ちょっと待って、なんだ、まだ追い出されてないの、あれ、あ、追い出されてないから、いや俺直接だったら、直接俺会ったら言うよ、言いたいこと、あいつネットを通じしか言えない、俺直接会いに行って喋ってもいいよ、な、行きたくねえけどね、そこまで 言いたいことあるなら全然顔見合わせて言えばいいじゃん、早速興味がないの、うん、向こうの会う気がない、俺ビッグニートとは別に仲良くするつもりあるけどないの、うん、ね、あ、全然興味ない、うん、全然興味ない悪いけど、うん、つかまともに見たことがない配信だからそんなに情報ないのね、まともに見たことがない情報だから、まともに見たことない配信だから興味がない、うん、レベルが低いし、なんかそのねえ、あんまり関わる気がしないです、はい、いや見て、本当に見てない、うん、本当に見てないし、なんかメカゴリラと変な豚となんかあと元カノが来たあたりからが来たらしいじゃん、本当に見てないんだよそこら辺から、うん、でわざわざなんかね切るタイミングなくしてんでしょ、全然どうでもいいと思ってる、うん、そもそもがもう、うん、煽ればいいじゃん、俺興味がないからさ、相手してないのね、相手してないの、そもそもそんな3ね、1人じゃ何もできないからって3人集まってなんか喋ってんでしょ、ご自由に言ってください、直接文句も言えず顔見合わせたらシュンとなるようなね連中が言っときゃいいじゃん、うん、いやマジで興味ないもん、うん、だから話題出しても俺はもうなんか相手する気がないんで、そのレベルです、はい、そのレベルです、だいたい横山赤ちゃんだって市役所職員が作ったネタを自分が言ったかのように喋ってるだけじゃん、もともとあったネタでしょ、うん、あ、じゃあ全然直接言ってもいいよ、お前どういうつもりなのって、なんか言いたいことあるよ言えばって、みっと俺言うこと彼らに会ったら言うこと一つだよ、みっともないって、いつまで別れた女の悪口ネチネチ言ってんのってね、しかもさ、もういっぱいあるよそんなもん、みっともないっていうこととか、いやお前が来いよ、なんで俺が行かなきゃ、俺お酒飲んでるからトゥクトゥク乗れないんで、ね、俺お酒飲んだからトゥクトゥク乗れませんな、いつまで慣れ合った部分見せてんの、気持ち悪い連中だな本当に、うん、でも直接行くと逃げるんだよあいつらは、ビビってな、ビビって逃げるから会話ができないの、まともに、いや俺別れてる時はスパッと言って、でもこいつはね、もう他に別れてる死んでやるとか首つあね、死んでやるとか言って脅してんの女の人ね、そこが情けないしみっともない、自分をねそうやってやってやろうとしてんだよ、うん、自分がね別れたらねそうしてやるとかで脅してんだよ裏で、うん、本当にそういう部分がみっともないと思うよね人として、だお前が来いよだったらいつでも相手してやるよね、うん、俺は今日は行く気もないよ、だって飲んじゃったから行きようがないからさ、な本当にみっともないよ、いつまでもネチ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 さね、別れたって決めたくせにネチ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 さ悪口言って恥を知れよ
ああいう男見て俺はイライラするの。別れたなら別れたでそこで終わりじゃん、うん、な。だからもう向こうと俺はもうそうする気ないです。はい。だから向こう3対1だろ。だから3人いなきゃやれないんだよ。3人いなきゃ所詮1対1じゃ無理だから3人いなきゃ、ね、できないだけ。3人いなきゃよっね相手ができないんだって。情けない男たちだよ。一人でやれよ本当に。まあ小物が3人集まってね、ようやくキングギドラになって戦いを挑もうという部分ですよ、ね、だから僕はもうね、まあこのみね、本当はねこっちの未来やりたいんだけど、あまりにもこっちの未来がしょうもなさすぎてそっちの方に行っちゃうのはしょうがない。すいません。今チーム対抗なんとかカラオケやってるけど、すいません。全然泣く気もないな、まだまだ。僕はまあでもそれよりもこっちのズームで早く挙手するためにまだまだね粘ってるだけだから、こっちのズームミーティングではいって言って意見言ってね、入場料についてのことを聞きたいがために待ってるだけだから、うん、な。公式そっちの方やってんだ今。つかこれまだかかるんかな、公式とつまち2時間経ってるもんだって。2時間だね。泣いてる、違う、泣いてんじゃなくてお酒を飲んだから顔が赤くなってるだけだよ。お酒を飲んだから顔が赤くなってるだけだって泣くわけねえだろ。あんなさ、あんなしょうもないとっつぁん坊やみたいな男にディスられたごときで、うん、何年やってんだろう、もう暗黒放送、うんね、全然悲しくもないし、むしろねどこ泣いてんの。いや別にそういうのないですね。とかまだズームのやつやらないのこれ。つかね、多分54人、まあでも54人も参加してるから当てられないんじゃないかな、このミーティング。54人も参加してるもんだって、これ当てられないんじゃないの、これ54分の1の確率っていうとさ。俺この人と喋ってね、個人的にこの人と喋る、この集計さんと喋ってみた。あ、そうか、これカメラ、ごめん、カメラ向けても自分に映ってるから意味ないんか、間違えた、うん、カメラ自分に向けてるからダメだ、意味なかった。ウェブカメラ、こちらのカメラと何パオンって、何パオンパオンって、うん、裏から久保田さんも当てないでなんていうさ指示出たらやらせだよ。だって僕は本当に言いたいことがあるんだもん。しかもこれはユーザーのために言いたいことがあるんだから。パオンと俺ギフト切ってるけど、うん、あ全然興味ない。え、名前変えとけてても、あ、名前変えるってでも変える方わかんないし、なんで泣いてんの。いや泣いてない、顔が赤いだけ、単純にお酒に酔っ払っちゃって顔が赤いだけ。投げ銭興味ない、うん、だってつまらない人たちが集まっても面白くできないんだからしゃあなくない、うん、各一人一人でやってたらわかるよ、うん、つまらない3人組が集まっても結局それ以上いかないっていうのが結果なんだよ。残念ですけどね、早く解散したら。いつまでもいつまでもさね、男女の気持ち悪い別れた付き合った芸をやってるよりもね、今からトゥクトゥクで行きましょう。無理、捕まる。っていうかトゥクトゥク壊れたから預けてました。今思ったけど、俺のトゥクトゥクまた今年壊れちゃったから、今年3回目か4回目の壊れで、で今また修理工場に出しちゃったからしばらく戻ってきません。コラボ楽しい。いや俺はもう面白くないと思うよ、うん、ね。カップって何、全然意味わからない。何のこと言ってるか分からない。
うわ気持ち悪い、気持ち悪い、変なバカがなんか踊ってた、気持ち悪い、こういうのが好きなんだ、やば、うん、やば、気持ち悪すぎる、うん、こんなんで受けてんだ、ドン引きしたね、うん、やばいわこいつら、うん、いや関わっちゃいけない人たちだな、うん、つまらないし関わっちゃいけないね、うん、うわすどんずべりだよねこれ、やばすぎるよ、これで受けてんだよ、クソ寒い、うわ寒気がしてきた、何今の、寒気がしてきた、ガチで寒気がした、うわ何がおもろいのこれの、やばこいつら、本当にやばいんだと思うわ、いやいやいや、ドン引きしちゃった、ちょっと悪口言うっていうか、もう普通に寒気がした、寒気がするし、なんか一人で受けてると思ってるかもしれんけど、よく小学生がさ、小学生が親戚の家でなんか踊る感じ、それ見ちゃってる感じ、小学生がなんかあの頭の悪い小学生がなんか親戚の目の前でなんか踊ってる感じがしちゃって、見ててちょっと辛くなってきた、もういやディスるのそれはやめるわ、うん、かわいそう、なんかかわいそうになってきた、なんかそこまでしなきゃダメなんだなと思って、かわいそうになっちゃった、ごめんね、気持ち悪いというか、もう気持ち悪さを通り越してちょっと別の人種に見えてきちゃった、すいません、うん、いや面白くないね、全然つまらないよ、痛々しい、うん、うん、まあああいうの見て喜ぶ人もいるんじゃない、つうか、ま、つうかもうこの放送も切っていいか、これもズームミーティングも全然来ないしさ、なんか俺こんなことでさ、枠取ってるわけじゃないからね、うん、だって面白くないもん、このミラーしてても全然質問のコーナーもしないし、ずっとなんかこんな説明聞かされてるだけでしさ、だしさ、うん、だって直接彼ら喋らないじゃん、うん、俺全然喋ってもいいよ直接、どういうつもりなのっつって言ってね、いつまで俺本当にここで片方一方的な悪口言うよりも俺喋って解決したい方だから、どっちかっていうと喋ることによって解決したいからさ、なんか一方的に言ったって通用しないじゃん、ポンプ乗るだけで、だって電話も知らねえもん俺、一切関わってないもん、な、行きたくはない、お酒飲んでるから喋る気もないし、慣れ合う気もないあいつらと、だメカゴリラがいる時点でもう行きたくないの、もう本音言うとメカゴリラがいる時点で行きたくないの実は、うん、あ帰ったの、うん、メカゴリがいるとちょっと俺あんまり苦手なのあの人、うん、嫌いとかじゃなくて苦手なんですよすごく、うん、なんでかというとね、旅部に久保田がいるなら参加したくありませんってはっきりと自分の放送で言ったの俺聞いたから、それ聞いた瞬間にあこの人とはもうダメだなと思ったから、俺だってお前の悪口なんか一言も言ってねえじゃん、でもそいつがそうやって言うんだったらあもう無理だなってなったから、だからメカゴリがいるんだったらちょっと関わりたくないですし、向こうにも迷惑かけたくないかけちゃうんで嫌です、はい、メカゴリラ誰だ、誰かわからない、あのゴリラなんじゃない、うん、誰のことかわからない、うん、知らない、根に持つね、だって俺お前と悪口かかってもないのにそんなこと言われる筋合いないから、ビクニが電話してもいいって知らない、電話番号知らないっつうの、お前がかけてこいよ、だって俺凸町携帯しか使えないよ、凸町携帯しか今つながらないんだよ、モンカーならかけてこれば、うん、モンカーなら 080-2984-0140 までおかけください、
こそ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 悪口言うんだったらよ、なあ、直接言ってくれば、恥ずか、恥を知れよ。いや、俺からはかけないよ。籠城なんかしないよ。だって、あ、向こう3人いるじゃん、でしょ？ 3 人いても、まさか1人に勝てないの？ねえ、3人いても、何もできないんだね。つうか、俺、つうか、そんな、あ、つうか、まだ質問コーナーを始まらないんですか？質問コーナーが始まったら、もう、切っちゃうけど。言わしときゃいいじゃん、勝手に。でだって彼らは俺と対面すると負けちゃうのね。だから俺は別に、あ、俺かけてこればって言って向こうからかけてこいな、いつでも、こちらはいつでも君たちと違って電話番号公開しておりますんでね、こそ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 悪口ね、3人いなきゃ悪口言えないの？恥ずかしいね、本当に。3人いてようやく悪口が言えるんだ。はあ、ダサすぎるわ。挑発に乗るとかもう、まあ、みっともないなと思ってるよ、うん、みっともないなと思いながら見てるよね、うん。いや、電話でだって俺いけないもん、今お酒飲んじゃったからね。電話すら言えない、何もできないね、面白くすることもできない、ただね、むしゃむしゃとね、寿司食ってコメント見てやってるだけ、真ん中に豚置いて、うん、終わっとるわな、何もできない。だから一方的なことしか言えないじゃん。俺は全然しゃべ言いたいことがあるならかけてこいよって言って言って出してるよ。でも何もできない、終わっとる、ね、だって真ん中に豚の置物置いてたんじゃないの？あ、違ってた、ごめんなさい。あ、ごめん、置物かと思ってたら、あ、ごめんなさい、それは言い過ぎたわ、すいません。置物置いてたのかなと思ったけど違ってたんだ、すいません、うん、置物かなと思ってちょっと言い過ぎました、ごめんなさい、はい、え、だって豚王っていう名前じゃないの？だから豚の置物っていう意味じゃないの？だからてっきり、あの、そういう名前の人かなと思ったけど、うん、ね、3匹の子豚と3匹の子豚が小屋の中にね閉じこもってなんか飯食ってるだけかなと思ってて、すみませんでした、勘違いした、名誉毀損って誰のこと言ってんの？俺のあなたの悪口一言も言ってませんけど、そもそもが、そもそもあなたに関して関心ないんで、てめえがかけてこい、電話も知らないっつうの、お前がかけてこいよ、逆に。俺とつまち携帯にお前の番号登録してないんで、だからお前がかけてくるしかないんだって。俺はいつでも待ちますよね、いつでも待ってますよ、かけてほしいんだったら。俺はカラーが分からんから、うん、もういいでしょ、そんな 3匹の小物相手にいつまでもいつまでも俺がねえ喋ってても、うん、いつまでも3匹の子豚を相手に俺がね かまってる暇はないでしょ、うん、いや寂しくないよ、全然一人の方が楽、一人の、逆にこのミラーする方も辛いけどな、うんうん、もう面倒だもん、正直言って、正直言って面倒くさくなってきた、うん、こんな連中のこの3匹の相手するのも、うん、ね、面倒くさくなってきたわ、はぁ、だからもうめんどくさいもん、うん、いちいちそんなんで、
まだ始まらない。もうだからもういいよ向こうの話題は。もうもうだからめんどくさいんだよ、そんなもん連中相手すると。もう、ね、こちらが言われた言った方言ったことに対して言い返したらこうやってなるからさ、うん、いや本当に嫌だわもうマジで、うんね、本当にめんどくさいわ、ね、うん、じゃあもういいよ、じゃあもう俺が謝ることでいいのね、じゃあもう言いませんよ、もう関わらんよ、じゃあそうしたら、うん、一切な、いや本当にめんどくさい、うん、だって俺だって言われて嫌だったら俺のこと言うなよいちいち、ね、言われて嫌だったら俺のこと言うな、な本当にな、俺から言ってね、向こうから情報が来たからこれ言い返しただけだもん、うん、あ加瀬さん言ってなかったんじゃすいませんでした、加瀬さん、加瀬さんは黙ってたのね。じゃあ加瀬さんに対してはすいませんでした。じゃあ両端の ひげデブかメガネかどっちが言ってたの、ね、じゃあ加瀬さんに対しては俺言ってなかったんだからすいませんでした。黄色い置物とか言って、うん。加瀬さんには謝罪します。ただし、メガネかひげかどっちが言ってたの、うん、じゃあ電話して、いや電話だ、わかんないっつうんだから。電話自体が分かんないよ、うん、加瀬さんには謝るよね、関係ないんだったら。え、ひげかメガネかどっちか言ってたの、ひげかメガネ、じゃあ LINE 知れだから、じゃあこっち一回配信切っていいじゃん、配信切っていいんだったら 俺からかけるよビッグニートに、こっちであのこちらの配信一回切らんと枠取れんから、いいそれで、じゃあ一旦切るよ。でも行くとさ、うん、切れねえもんだって、うん、じゃあちょっと一回切るわ、じゃあ負けじゃなくて、いやいや無関係だったら言うよ、うん、ヒゲに電話するわ、じゃあヒゲに、めんどくせえな、向こうのために枠切るっつうの、向こうのために枠切るのもめんどくせえな、でも俺こちらの方に集中したいんだけど、どっちかというと。えっていうかさ、みんなに聞きたいけど、このミラーってまだあの必要性あります、この公式、あの見てる、これもしかしてね、もう見てないんじゃないのかと思って、俺まさかとは思うけど、もうニコニコ超会議2022の発表特番って見てないんじゃないのかと思ってさ、とっくに見てないの、とっくに、とっくに見てないんだもん。やめとけよ、本当の小物だから。あ、ズームの、じゃあズームだけやらせてよ、せめてここまで待ったんだから。ズームのコーナーだけやらせて。ズームが、そのためにずっと待ってたんだからさ。まだやだよな、ズームのコーナー。ズームで直接運営の方に、今回値上げを1500円から3000円に跳ね上げたのね。跳ね上げたんだけど、それはの理由をまず聞いて、おそらくあのコロナ対策で言うんだけど、じゃあコロナ対策が収まった場合は入場料を値下げするんですかとか、なんでそんなにお金がかかるんですかとか、それ聞きたいんです、うん、それが聞きたいから。もう雑魚どもに構う、うん、だからもういいでしょ、だって、うん、ここまで遊んであげたんだから。バカな質問するとまた恥かくの、いいよ別に恥かいたって。え、うん、ズームのやつやりたいんだけど、俺はそっちの方がやりたいんだけどな。分かりません、すいませんね、小物の売名すいません、もういいよ、すいません、ちょっと俺もちょっとあのようやく酒が少し抜けてきたわ、今ちょうどこのタイミングで少しお酒がヒュッと抜けてきたから、だいぶ冷静になりました、うん、だからね、これ飲むとダメなんだって、通常よりもテンションがパーって跳ね上がってしまって、なんか思ってもないこと言っちゃうからさ、だからお酒っていうね魔物に対して、ちょっとごめんなさい、うん、え、孫子の話してる？してないよ、超会議？どっちでしてんの？
いやもうこれ以上飲むと本当に俺ね捕まると思うよ。まだしてねえじゃん全然。まだしてねえじゃん、うん、あ言っときゃいいじゃん。まあ小物ほどね悪口が好きなんで。いいよいいよ全然言ってもらって構わんよ。俺の悪口言っても構いませんよ、うん、気にもしてないし、はあ、逆に相手したら負けじゃない、うん、だってもう電話で電話かけてこれない時点でもう終わってんじゃん戦いがね。電話かけてこれない時点ではもう戦いにならない、うん、俺だって電話公開してるけど電話かけてかかってこないんだもん。仕方ないでしょ。飽きたからそういうまそうやね、うん、どう終わらんなこれもまだまだ長そうだな、うん、お前カセ狙ってに狙ってないよ。だって人妻でしょ、うん、人妻だし狙ってないよそもそも。そもそも狙ってないですけど。大ちゃんまんのちょい上が勘違いしてるのやめてそれ。俺が一番ねあるいろんな悪口書かれても大体は平気だけど大ちゃんまんのちょい上が勘違いしてるのそれ最低の悪口だよ、ね、やめてそれ。大ちゃんまんのちょい上っていう俺をさ言うその言い方だからやめてください、うん、一番嫌だわこの世で、ね、あばやばいバッテリーがなくなってきた。ちょっと待って携帯のバッテリーがなくなってきちゃった。携帯のバッテリーがなくなっちゃった、うん、ちょっと待ってね携帯のバッテリーが、あー充電間に合ったかな。あの顔が赤くなってんのはお酒のせいです。顔が赤いのはお酒のせいです。よいしょ。つかまだ質問コーナー始まらねえの。ちょ公式見てる人教えて。質問のコーナーがあったら俺がすぐに手挙げてあの聞きたいこと聞きたいからすごく、うん、まだ始まらない。ずっと宣伝してる。まだだよ。だってビールの宣伝してるもんだって、うん、手あがだからまだだっつ。 いや俺だって今回町会議行くもんで。あそう町会議行った時に今この間写真撮ったじゃん写真。それをでなんかグズ作るからそれリスナーさんに無料でプレゼントします。そのか知らない人にあげません。暗黒放送を見てるかどうかによってでちゃんと会話ができた人には差し上げます。ただそれをメルカリとかで売るやつがいるかもしれんからあのそこら辺は対策したいと思います、はい、メルカリとかで町会議限定で渡すから、うん、だって写真撮ったんだもんせっかくだから。でもさ売ったらそれタレント気取りだよ。でも俺は無料であげるっつってんじゃん。自腹で木つく使って無料であげますよって言ってんだから自腹で作るからね。加藤の引き出物転売それ俺じゃないです。加藤の引き出物転売したのは僕じゃないです。はい。すごい肌触りいいやつでしょ確か。どっか行っちゃった今あれ、うん、まあ今度見せるわ。さすがにそれやったら終わりだよ。もう人間として終わるわ、うん、人間としてそれやったらねさすがにそんなことしないよ。だから待っててください。見せなくてもいいだろ。あるよなんて手元にこれでしょ。この T シャツ、ね、これはありますよ。よいしょ。安心してください。っていうかさこの後ゲームやろうと思ってんだけど何がいい教えて。この後どっちがいい。あのね
あるゲーム、なんかラブワールなんとかっていう、ラブワールなんとかっていうやつと、あと雪のゲームと GT なんとか、GT なんとか。ドキドキはもう二度と一生やりません。人生生きてるうちには絶対やらないんで、ドキドキ以外でね。ドキドキ文芸学部以外で。あれはもう本当にもう一生やりたくない。見たくもない。映像も見たくない。エイペックスは嫌です。だって面白くないもん。見ててわかるじゃん。だって俺がエイペックス放送見てて面白くないなんて思ってるものを自分がやって面白いと思う、ね、下手くそだし。特に俺、自分が上手ければいいけどさ、下手くそなんだもん。下手くそな人のプレイで、しかもリスナーに求められてないことを長時間やるってさ、おかしいと思うじゃん、明らかに。自分が求められてんだったらじゃあやろうかなって思うけど、リスナーが求めてないんだよ、エーペックスを。でそれを長時間やるっていうことは、あ、この人案件だなって言われても仕方なくなっちゃうの、そうすると、うん、だから自分のあったやつやろうとしてんじゃん。っていうかさ、ちょっと待って、まだ半分なんだって、この公式の発表、これ終わらんくない？今ちょっと公式 見ながら喋ってるけど、まだこの時点で半分らしいよ、発表が。もうやめていい、もう。さすがに。この時点で半分だよ、だって。2時間20分経って半分しかまだ発表してないんだって。だったら一番最初のやつカットすればよかったじゃんな。まだ半分らしいわ、俺。いやもう終わろうかな、じゃあ、うん、あ、いや小池のおまけが何言おうが関係ないから、うん、小池のおまけが何を言おうが俺にはそうなんだっていうレベルだからね、うん、だから小池に粘着してんじゃない、彼は。だからいつまでもね、別れた女に小池小池ももちえんももちえんとか言って気持ち悪い声出してやってんじゃないの、うん、みっともないよなね。女のおまけね、女のおまけがね、あのいつまでもいつまでもいいじゃん別に、うん、だっておまけなんだから所詮は。俺加藤のおまけでもいいよ別にね、加藤のおまけでも全然構いませんよ。でも別れた女のおまけよりマシだからね、おまけね。俺つうかさ、俺が言った悪口パクらないでね、おまけくんね、所詮お前は金魚の糞だからおまけだからな。いつまでもね、ももちえんももちゃんとか言ってさ、小物らしく生きてください。これからもね、こそ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 とおまけらしく生きてください。俺は一人でできる。お前は小池がいなきゃいろんな女にねアタックしてな。最初は誰だっけ、冒頭ね、デート冒頭配信してさね、振られて、次は親方と言って、親方と一緒にねラブホ配信ね、で配信終了後にペッティングして、本当に気持ち悪いなと思いました、それ聞いて。本当に女に飢えてて気持ち悪いなと思いました。はい、でももうこれ以上もう小物の相手するの疲れるんだよ、はっきり言って。見てないんだから。情報がなさすぎて小物の情報を引き出してもないからさ、負けるに決まってんじゃん、情報不足なんだから。小物の情報をね、いつまでもやってる場合じゃないんだって。俺は今いいでしょ、もうそろそろ、うん、小物のネタは、うん、おまけはもういいよ、もう おまけネタいらん、おまけは小池のおまけはいらんわ、もう、うん、だ見てないから情報が分かんないんだもん、こいつらこの情報がこうだっつうのが。だからいいじゃんもう、うん、うん、だから俺向こう3人じゃん、俺1人やってんじゃん全部で、煽らなくていいよ、うん、はい、コメントなんかどうだっていいんだけど、もう終わっていいわ、もうこれ始まるね。ちょっとアンケートっていい、もう僕このね、今やってて辛いなと思ってることがあって、その今なんで俺が放送こんなにダラダラダラ引き伸ばしてるかっていうと、
あの挙手のコーナーがあるのね。それをずっと待ってんだけど、まだこの時点で半分しか終わってないと言い始めてんの、運営さんが。でそんなの別にさ、まあいいやなと思ってきてんだよね、正直言って、うん、だってもう挙手できないんだ、これずっと待ってなきゃいけないんだもん。だってこれをさ、もういいかなと思ってんだけど、俺はだからもう入場料に関してやろうかな、やりたかったんですよ、うん、入場料に関して、はい、小物、いや小物はいいよ、もう頑張って、ね、頑張って俺のネタを出してうまく配信引き伸ばせるのはいいんじゃない、うん、エペックス？だってゲームやるとさ、なんかもうまたダウンロードに時間食うし、どうしようかな。じゃあ やってもいいよ、エペックス。ただクソつまらんと思うし、ルール分かんないけど、じゃあアンケート取っていい？これアンケートどうやって取んの？どのゲーム、GTA かラブ R かエペックスか麻雀、どうやってアンケート取んの？じゃあこれをもう あの手挙げないよ、俺もうこのズームミーティングから抜けるけどいい？ズームミーティング、あと雪山のやつもあるわ、雪山のやつ。いや今日明日久々に、明日休みだからやろうかなと思ったけど、うん、でも雪山もやったことないんだよね、ドキドキはやらないです、怖いから。雪山もろいの？雪山ってのはなんかあのこれ雪山っていうのはこのゲーム、これおもろいの？雪山どういうゲームなの？ちなみにこれ雪合戦するゲームじゃないよな、これどんなゲームなのこれ。え、これいや案件じゃない、ガチで案件じゃない、案件だったら俺案件ですって絶対言うから、そんな隠したくないもん案件。誰かさんみたいにエーペックス3時間やってワンキルやり、ま、ワンキル失敗したら激辛焼きそば食べますっていうのですじゃないからさ、おもろいのかなと思って、うん、案件だったら、もしこれが案件だったら俺し、命かけるわ。じゃあこれがもし案件ということが発覚した場合は、俺はね、ニコ生の人生かける。俺そこまで言う時はガチだから、うん、そこまで言う時はガチの時だから。案件の時は案件って言うもん、うん、隠すやつが逆におかしいよ。賭博マージャンしないですけど、でもゲーム楽しいんかな、ゲームだ。これちょっと一回携帯で枠切っていい？アンケ取れないから、携帯だと、携帯電話だとアンケが取れないから、一回携帯取っていいですか？携帯切ってこっちのパソコンから枠取っていい？んでこのズームミーティングも切っていいですか？もうどうする？もうズームいいよね、ズームはもういらないってことでいいよね。じゃあ一回ズーム切るわ、うん、ズーム切ります、ありがとうございました。ズームはもういいです。長すぎるんでちょっともうギブアップです、僕が。さすがに長いよ。さすがにズームのあれ長いから、ちょっとギブアップですよ。ありがとうございました。ちょっと待ってて。ビッグニードにね、まあ、もうなんか勢いが冷めちゃったんだけども、なんか さっきまでちょっと勢いテンションカーってなったけど、あちょっとパソコンが壊れたんだよ。これだい なんかちょっと待って、大丈夫？あ、治ったか、びっくりした。ちょっとこっち一回止めるわ。
あ、動いた、こっち動いた。よかったよかった。なんか見えんかったから、すみません。ペヤング？ペヤングか。ペヤングっつってもさ、ペヤングはちょっとね、死んじゃうから。うん。ペヤング嫌です。ペヤング食べると、体に変調が起きるから。俺前回で学んだのが、本当に食べちゃダメなんだなと思って。嫌です。ちょっと、うん、体が、ちょっと、ね、また別の機会で、また別の機会でやるわ。また別の機会でやります。別の機会で。もう今日胃が痛いんだよ、実は。うん、明日の仕事に影響しちゃうからね。あれ、バンされた？一瞬固まったと思ってびっくりしたけど、自分が喋らんかったから止まったように見えたけど、すいません。動きがないと止まったように見えちゃう。いやいや、一回やるから、また今度機会があったらやるから、ちょ、待っててって、ちゃんとそれは。ね、人にやらせて自分が食わないとかね。確かにそれは言ってる通りだから。ビッグニードにだけ食わせて、お前はやられないのかって言われたら、まあ、その通りだから、いつかはやるから。いつかはやるから。しっかりと、うん、いつかやりますから。はあ、うん、いつかにやるっていつかはやるってそういう意味じゃない。だから酒飲んだから体がもうね、血行が良くなりすぎちゃったんだよ。結構が、うん、電話って何に電話するの？電話ってな、誰に何を電話するの？俺が。だ、電話するとバンされるんでしょ？相手の放送荒らしたとか言われて。だから嫌なんだよ。ニコニコ生放送がさ、前回のね、レッドキャット事件以降から怖いんだよ、実は。なんか、で、人のことを言うと、なんか、通報されてバンされるとかさ。怖くなっちゃった。地震ない？どこに地震なの？地震ってどこ？うちに寄れてませんけど。だからどこが地震なの？東京？名取ってどこ？わかんない。立川は揺れてません。なんか地震多いよな、3月って毎年。うん、チクラ？チクラって違うでしょ。チクラってどこなの？うちの放送ってもしかしてさ、カッサンリスナーに染色されてない？ねえ。今思ったけど、うちの放送ってさ、カッサンリスナーに染色されてない？いつの間にか。だってエペックスやれとかさ、ありえないじゃん、俺にエペックスやらせるとか。やったことないんだもん、俺。やったことがないんだもん。うん、でも、雪山ゲームはちょっと興味ないあるなと思ってんだけど、雪山やりたいなと思ってんだけど、ダメ？雪山。雪の中でなんかサバイバルやって、一人ずつ死んでくゲームなんだって、ちょっと面白いなって、タイトル聞くだけで僕の好きそうな、ね、ソウっていう映画みたいなゲームだからさ、一人ずつなんかやるやつ、ソウっていうゲームみたいだから、うん、面白いのかな。ちょっとアンケ取ろっか。どれ、何がいいか、アンケで、うん、アンケ1はこのまま雑談、2は雪山、
ゲーム。3が GTA。GTA。GTA もね、何度もやってるの、ペヤングはやらない。絶対ペヤングはやばいの分かってるから。ペヤングなんかやれるわけないじゃん。体痛いんだから。ドキドキはもううちにないの。ビッグニードに開けちゃったから。だビッグニードまた今度やるっつ。トツマチ？ああトツマチか。まあ、ちょっと枠取り直させて。もうタイトルと違うからさ、そうすると。タイトルと変わってきちゃうから。ミドリアンは、また次の日休みの時やるわ。ミドリアンは。あの、こじききれって言うけど、ゲーム配信はこじきがもともとできない設定なの。何も払って。うん。まだだってもうこのままね、もうお先に来ちゃったからもうダメだわ。ペヤングは無理だっつってんだろ、ね。辛すぎて俺が仕事ができなくなるんですよ。また今度やるから、ちゃんと。ペヤング。ペヤング今度やるから。ちゃんとね。今日はだから勘弁して、明日の仕事に影響するから。また今度やるから、いつかは。だからペヤングはちょっと、胃がね、ちょっと痛いから。ちょっともう、あと、じゃあちょっと一回や、放送一回ちょっともう具合悪くなってきたから切るね。うん。配信ちょっと具合悪くなってきたから切ります。なんか、体力不足で。誰だよ、これ。なんで配信中に送ってくるんだよ、なんか。なんか配信中に、何？誰で配信できたやつ。ああ、そういうの、ね。じゃあ、何がいいんじゃ。じゃあ、アンケート取るわ、一回。はい。ここから選んでいいよ。俺はリスナーのラジコにもなるときもある。選びな、ここから。5、4、3、2、1と。雪山、時間かかるよ。じゃあ、ペヤングはまた今度。うん。ペヤング。じゃ食えないっつってんだよ。ね。辛すぎて食えないっつってんだよ、俺が。捨てることになるから嫌だっつってんだろ、辛すぎて。明日にしてよ。あ、明日っつうか、今日は無理だよ。うん、どっちにしろ今日仕事とかあるから、今日は 100億% 無理だから。うん。お掃除ガールズ、なんか来なくなっちゃった。だから掃除の話がどんどん伸ばされて、うちの部屋掃除しに来るっつって言って、準備してたんだけど、なんかちょっともう、今月も来月もなくなりそうで、ちょっとまあ、ちょっと諸事情による延期になっちゃいました。すいませんでした。はい、
まっちゃったみたいで、うん、配信がなんか固まったみたいですいません。なんかパソコンが急になんか問題が起きたためシャットダウンしますって言ってピーって青色が出てきて止まったけど、うん、なんか急にパソコンがやっぱもう使い込みすぎてておかしくなってんな、うん、そうか。じゃあまりダラダラやるのも好きじゃないから雪ゲームやっていい？じゃあ雪山でいい？雪山でちょっとあの多分ねアップロードするのすごい時間食うし容量消さなきゃいけないけどちょっと雪山やります。案件じゃないです。案件だったらあのもう二度とニコ生やりません。ガチのやつ、うん、ペヤングはちょっとお腹空いたんだよ。普通にお腹空いちゃったんだけど今日夜飯食ってないんだよ実は。あとさ、うん、ちょっと一旦切っていいかな、うん、ちょっと今日ウーバーイーツでちょっと問題が、ウーバーイーツか問題が発生したことがあったからちょっとそれの確認もしたいんだけど、いや雪山って面白そうじゃないの？ダメなの雪山、ね、雪山やろうかな。だペヤングなんて求めてない。俺アクション芸人じゃないし汚れじゃないからさ、で何がいいのじゃ。どっちにしろ俺今日昼間軽く寝ちゃったから眠れないと思うのね。だって雪あのペヤングはまたやることはやるけど、まあ、ビッグニート君に食わしちゃったから自分もやることはやるけど今日は許して、今日は仕事に影響しちゃうからな、今日は許してまた今度やるから、うんね、仕事に影響しちゃうからごめんね、見たいって言ってる人、はい、じゃあ一旦枠切ってまたお会いしましょう。すいません。あと加瀬さんにもすいませんでした、はい、悪口ないのになんかちょっと変なこと言っちゃってすいませんでした、うん、じゃあ終わります。わーわー言うとりますよ。お時間さよなら。